私についていた若手マネージャーがですね、私のとこに来てね、あのー、弟が変な体験したんですって言うんですよ。うん。どんなええー。それがですね、って話してくれたんですが、彼が私を送って遅奥に家着いた。で、自分の部屋をそっと開けたらば、布団が敷いたってね。 がりがついててお弟さんがその上でピコンと座って真っ青な顔してこっちじーっと見てるから「おいタレマって言うと「ああ兄貴か俺今さ兄貴待ってて変な体験しちゃった」って言うんですよ。えで聞いてみるとその日お父さんが出張でお母さんとお父さん二人家にいたんですがたまにはこの兄貴とお話をしたいなとそう思ったってんですよね。 ところが私その頃とっても仕事忙しくって夜遅かったんですよ私の家ってのは東京ですからいいんですが彼は私を送った後、その横浜の外れにある彼の家に帰るわけですから結構いい時間になっちゃうわけだ、まあ、その日お父さんは待ってたわけですところがお母さんも付き合っちゃはくれたんですがいくら待っても帰ってこないんで私先に寝るからって言うんで部屋入っちゃったお父さんはそのまんま待ってたわけですがいつになっても帰ってこないんで ああ、じゃあいや布団でも引いとこうかっていうんで布団を引いてね電気をつけたまんまぐロンってこうなってたそのうちにうつらうつらし始めちゃったたらぼやーっとしてた寝るとも起きるともつかないとつけたった明かりがふーっと暗くなってたんであららあらっと思ったあのよ,よ、せよどん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 暗くなってた ああと思ってると、これまた。ああと思って戻った。おいおいおい、参ったなあと思ってで、これまたしばらくすると。ふーっと車が来る。ああ、ああ、まただなあと思ってたら。またふーっと思って戻る。もう寿妙なんだなあ。参ったなあと思ってた。で、これがまた。ふう。 暗くなってきたんであらあらまたかよ多いと思ってるうちにどん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 暗くなってくるっ冷えよっと戻るんだろうなと思ったんですがこれ戻らない全くの闇の中うわ参っちゃったなとさすがに自分の部屋ですけど妙な気持ちになってきたんでさあ起きて直そうと思ったら体動かないえっいやそどころから体がチャーッと固まってるえっ、うん、生まれて初めての金縛りなんですよねいやなんだこれ 慌ててお母さんを呼ぼうと思ったんですが、声が出ない。余計に焦っちゃった。い <laughs>、えー、なんだおい。これでおかしいことになったぞ、と思った。かわだか、あたかと思ってる。部屋の中が真っ暗。新しい。しと、やっぱり五感が冴えてくるんでしょうかね。そのうちに、ん足の先が重い。なんだろう。何か乗ってるらしいんだな。 えういうって言うとそれがだん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 と上へ上がってくる「うおなんだおい」なんか上がってくる真っ暗の中ですからね目を開けても向こうが見えないんだでも確実それがだん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 と結構な重さで少しずつ少しずつ,つ上へ上がってくる「ううくる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 ううなんだおいやめてくれかぶりつたて」とだん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 と上へ上がってくる「うーうう助けてくれ」とそれ体動からないなんだかわからない だんだん、だんだん、上がってくる。そのうち苦しくなってきた。<laughs> だんだん、だんだん上がってくる。腰がた<笑>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 静かあんのか。自分のうめき声だけがしてる。<笑><笑><笑>その時ふっと、お父さん思ったって言うんですよね。自分のこのうめき声、少し変えてみようと思った。 っていうのを途中で息を止めるわけだ。えー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 、と息を止まったその間。えーえーえー、近い海が動いてる。誰かがいる。うぅダメだ来てる来来てる来 <laughs> だん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 上がってきたはらから胸「う,うそのうちに首がぐっとうれしくなってきた首が締まって呼吸ができなかった頭カーッとなって意識がずーっと育ててううっていうー、助けてくれ僕ダメだう,うと思ってると自分の耳元で小さいけど熱つかなしくい男の声で。 見てやるって聞こえたもんだから「え声上げた瞬間に体が楽になってファン立ち上がった瞬間兄貴な暗闇の中で俺「油切ぎった男の顔をつかんだんだぜ」って言ったんですよねこの油切ぎった男の顔の話結構あるんですよね 明かりが消えた瞬間何かの存在を感じたことってありませんかどうやら暗闇にはもう一つ何かが存在しているようですねこれは ブルースの女王と言われた青のり子先生から伺ったんですよ、ね、一頃先生とはねよく仕事をご一緒させていただきましてねあなぜか可愛がっていただいたんですよねおしゃれな素敵な先生ですけどこの青谷先生が本当に若い頃その頃のこれお話なんですよ戦後なんですがね先生はこう日本人忙しくてずっと演奏してりげたわけですよね でというのもそのほとんどが要するに米軍の基地なんですよね。当時は新中軍とみんな言ってましたがそこにクラブがあってそこへこう先生出演するわけなんですよでバンドのメンバーっていうのは男ばかり一緒にみんな行くんですが先生は女性マネージャーと二人でもって別行動なんですよねで現地で落ち合うわけなんですが当時はね確かに大きい都市にはホテルもあったんですがこれみんな 米軍に接種されちゃった日本人使えないんですよね。でじゃあ先生はどうしたかっていうとプロモーターの方がその土地のねあの大きな屋敷だとか大きな農家だとかそういうところをお願いして、まあ、そこでもってまあ寝泊まりするわけなんですよね。そんな時、まあ、ある地方へ行ったわけです先生が。大変大きなお屋敷だったそうですがねでそこはというとかなり年配の旦那さんと奥さん二人きりなんですね。 まあ遠いところおご苦労様です」って言うんで体験に喜んでくれて「まあまあどうぞ」と言うんでねまずはお風呂に入った。で「さあどうぞお食事を」と言うんで夕飯が始まったんですがまああのやはり物があったんでしょうね地方には。かなりのご馳走が出たわけですよ。先生も楽しく頂い,いたわけだ。さあ寝る段になってからねそこの旦那さんが「いやまあ夫婦2人きりで部屋も随分あるんだけども」 同じ母屋でもって一緒というんじゃ先生も何かと気兼ねされるだろうからよろしかったらば離れでどうですかというんでねじゃあお願いいたしますということで離れに泊まることになったんですねところがこの離れというのがね広い庭のうっそうたる木のところ突き出るようにあるんだそうですよいったら立派な作りなんですねまあ冷房なんて気の利いたもんありませんから 庭に向かって戸が開け放ってある。それで部屋にはっていうと、茅が吊ってあったんですね。茅というとね、皆さんの中には、何だろうという方ももういらっしゃる時代じゃないかと思うんですようん。昔あったんですよね。まあ簡単に言えば、網ですよね。網になって、薄い細かな網になってて、緑色してんですよ。これは何ともね、こう、ジメッとした匂いがして、私はあんまり得意じゃないんですが、上の方に帯状に赤い布があってあって、 四隅に、ね、鍵があってそれを部屋に引っ掛けるわけだ壁の内側とかちょうどその網でできた箱みたいなもんですよねで語り線香をつけて休むわけですよね布団を並べて女性マネージャーと二人初めのうちはお話してたんですがそのうちに女性マネージャーの方が返事をしなくなった見たゃいい気持ちで寝てるんですよねああ寝ちゃったなと思って。 青谷先生、なんだだか眠れないんだそうですよあ。寝よう寝ようと思ったけ眠れない新しい年詰まってる月は出てるんだそうですが雲がかかったり切れたりするもんですからうっすら明るくなったり暗くなったりしてる明け放ったこの戸の向こうからね暗い庭があって風がスーッとたまにこう入ってくる なんだか眠れないなと思ってるうちにこのマネージャーがかつかな絵びきかき始めた。おかしなもんで隣の人間がねよーく寝込んでしまうとなんだかこっちはね目が冴えてしまうんですね。よくありますよね。弱っちゃった狙いちゃったなーっなんだか時間持てましちゃった暗い中目ばかり冴えてるんだけどしょうがないんで天井を眺めてじっと。 風がすっら入ってくるそのうち先生フなんだか妙な気がしたんですよね気配を感じたって言うんですよね。よく音楽をおやりになる方っていうのはこのすごく感性というか感覚が強くってそういう気配感じる方随ずいらっしゃいますかね、まあ、あれほどの方ですからやっぱり感じたんでしょうねっなんだろうこの気配。見上げる限り替えの隅っこが見えてそれ越しに壁が見えて。 の状況ですよねあの細かな網越しですからこれはうっすら暗くてあんまりいいもんじゃないですよねずーっと天井を眺めた何気なく風が入ってくる開け放ったその戸の方よいっと目や目、ね、やってくーっと首飛ばしたからあー何でもないかと戻そうと思ったその瞬間目の端に何かがちらっと映ったえ開け放ったその戸縁岸があるんですかねそこになんか そこ見えたって言うんですよだから今何か痛いよなぁと思ったんでもう一度ふーっとこう首を伸ばして見てみたん外は暗いんですがね何かのこう影が見えてるいやだいやだと思ったなおもこうじーっと見た早越しに見てますからはっきりは見えないんだ 何かが見えてる。何だろうと思った時にちょうど雲がスーッとどいて月明かりがうっすら差し込んだえっっった全く音はないんですがすぐ先その縁側のところにピタッと誰かが正座してこっちをじーっと見てる見てると言っても顔は分からない輪郭だけなんですが白いような着物を着てこっちピタッと座ってこっち見てるどうも男らしいんですがいやだ誰かが庭から入ってきちゃったんだな それで、映画にピタッと座って座敷の中じーっと覗いてるわけだ。うわやだやだやだ怖くなってきた女二人ですからねでもすぐそこにいるわけだ。でマネージャー起こそうと思って「ちょっとちょっとちょっと」やるんですがマネージャーまるで起きる気配がないんで「やったょっと。体でさばった「ううえっと?」ううかちょっと近かにいて。 んだけどと女性マネージャーが目まん丸まくて「う,うっ!」ってもしれないちゃ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 」「さあ言葉ないから」「やってみてよ」「ほら」言ったんで女性マネージャーがずーっとゆっくり動いて「の外じーっと眺めた部屋の中は暗いわけでましてや蚊帳の中ですから外からはそうは中は見えないはずなんだ。 車がスーっと届いたらば、その縁側のところにフタッ音が正座して、じーっとこっちを見てる。うー先生いますよと。大丈夫どうでしょう。指名をあげるわけにもいかない。逃げ出すわけにもいかない。嫌だと思った。相手の嘘を伺ってたんですね。ただ、かやの中じーっと見てると、これがびっくりとも動かない。おかしいなと思った。そう距離はないんですよ。 なんで座ってあんまじっと動かないんだろうと思ってるうちに先生これ違うなと思い始めた。多少の距離なんですが、息遣いだとか、何かの動きがあっていいんだけど、そういうものはない。要するに、生きているという雰囲気がないんですよ。割と死人のようにピタッとそこに座ってる。いやだれ、誰何だろういやいやいや、気持ち悪い。何だろうと思いながら先生が、 これってか、か生きてる人間じゃないんじゃないかな。いやだ、あの世のものかしらって思ったその時に座ったまんまのそのとこがそのまんまの格好で持って帰りのとこまでスーッと滑ってきたんですよ。ずーっと自分の目の前でと止まった座ったまんまの形で。人間であるわけがない。生きてる人間、そんなことできませんからね。うん と思ったけど今度は体が動かない招いたとした,ただダダーッて振れてたガタ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 振れたそうすると、かえのところにピシャッと座ったその男が視線も方向もかえに向かってるんですよ向かったまんま横滑りしたったんですよそのかえに沿って横に滑ってくるんですよ どうやら中に入る入り口を探してらしいんだいやだいやだいやだいどうしようどうしようどうしようスッスッスッうっすら様子を目開けて見てると横に滑りながらじーっとこっちに視線を送ってるかやの向こうをスーっと白い着物をでもって座ったまんまのとこ滑ってくることいや気持ち悪い助けて助けてスッスッスッもうこうなったら逃げようがないですからね 先生つらたまが「何を頼むわよー」と思いながら何枚だぶ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 ,何枚だぶ拝んでた「はい、言ってちょうだいよー頼みますよーお願いよーはあ何枚だ何枚だ」何枚だ何枚だちって言とってた。マネージャーの方はほとんどわだ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 と腹っきり声も出ないから何にもできないから3枚固まってる。相変わらず その男を座ったままのことだったってくる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 回って目をつぶってじーっと立った。そのうちにふっ音が消えた。かやに触るような音ですから大した音じゃないんですがそれもわかるんでしょうね。ふっと消えた。うっすら目を上げてみた。もう男は回ってなかった。姿がない。あら、行ったのかしら、やだ、どうしようと思った。 逃げ出そうとは思ったんだけどどうもそればっかりはねというのは自分の頭の先そこがまだ見えてないわけだどうしたもんだろうここにいた方が安全なんだろうかと思ってたでもやっぱり確かめたいですからね先生ぐーっと顔上げてみたわけだ天井が見えてくるやがて開け放った戸の方の蚊帳の面が見えてきただん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 見えてたんだへえず 視線を下ろしたその瞬間うーっと思荒谷先生のすぐ頭の先荒谷があってその荒谷に男の顔がビタッとしついて自分をじっと見下ろしてんだって「うう」と思った時にそのまま先生失神し,し,しちゃったそうですよ。浴場気がついて急いで旦那のところへ行って「実はこれこれこういうことがあったんだ」って思ったらば意外は旦那さんがね あ「ああそうですか」って言いながらまたね花れでやってきたんで自分ついてったって言うんですよマネージャーもやってきた。と旦那さんが「いやー先生ね実は以前にこの部屋で長いことね絵描きさんがねうんいて暮らしてたんだけどその人気のときに亡くなっちゃいましてね」っていうこと言いながらすぐそばのね戸棚をスッと開けたっていうんですよ。 だから、こう、絵を何枚か出したんですね。これがね、先生、その方が描いた絵なんですよ。きなどこにね、って言いながら、ヘッド見せた。ああ、先生がはい、絵を見せてもらった。なんだか、これ見覚えのあるよねな、なんですよね。で、ひょっと見ると、そこに。名前が入ってるわけだ。その瞬間、ハッと気がついた。なんと、それ。 阿部先生が知っっている絵描きさんんだたですよ先生ご自身もこの絵描きさんに描いてもらってるんですよ自分の肖像画を。でそれ話しましたらねご自身が「ああそうですか自分がずっと暮らしててその人気のに亡くなったんだけどもたまたまそこへよくご存知の先生がいらしたんできっと嬉しくて出てきたんでしょうね」って言ったんですよね。まあ、仕事が終わって先生ね東京帰った。 それで、その亡くなった絵描きさんが帰ってくれたという自分の肖像が、それを持ってお寺に行ったそうですよね。まあ、魂を慰めるという意味なんでしょうけども。と、それを見たご住職がね、いやー、阿波屋さんいや、ここへ持ってきてよかったですね。あれ私がお預かりしましょう。そして私が条例して、ちゃんと始末しますから。言うんで、はい、ていうと、阿波屋さんね、これをあなたがずっと思っていたら、 あなたは今に取り殺されるところでしたよって言われたっんですよねそんな話をかつてね安部屋先生から聞かせていただきました検査入院をすることになった菅野さんという67歳になる自営業のご主人なんですがねベッドな気ができたっていうんでねで、 息子夫婦にに付き添われて病院にやってきたでまあ受付でもってあれこれと入院の手続きをしていくつかの窓口を回ってねそして自分の病室へやってきた病室の入り口にネームプレートがあって自分の名前ともう一人川口何しっていうこの男性の名前がある入っていってベッドにこう一応かけてね入院するわけですからあれこれ片付けをしているその間に息子さんの方が アアイディになれるその隣の患者さんに挨拶に行ったわけですがカーテンがピタッと閉じられたまんまでもって小鳥とも音がしないどうやら休んでいるらしいんで起こしちゃ悪いだろうとじゃあ機械を見て挨拶しようというんで、まあ、その日は挨拶はやめたんですよね、まあ、そうこうしているうちに看護婦長さんがやってきて入院についての説明がある今度は担当のお医者さんがやってきて挨拶があってあれこれとお話がある でまあ、そんなこんなやってるわけで、まあ、入院当日ですから結構忙しいんですよねそうこうしましたらば夕食の時刻ところがどうもこの隣の患者さん夕食は取らないらしいんですよねあてなとこう思ってたんですが、まあ、夕食も済んだやがてこの面会時間も終わってじゃあまた明日来るよって言うんで息子夫婦が帰っていっちゃったベッドに横になってやることもないごろんごろんしてるうちに時間がやってきて小灯なんですよね と病棟が一気に暗くなっちゃった。物音一つしない。チーンと静つなってる。隣も何にも音はしない。なんだか眠れないんですよね。だいたい静かすぎる。それに入院ということで多少この神経も高ぶってるんでしょうね。どうにも落ち着かないわけですよ。ましてやこの病院というこの状況がね、普段の生活とはだいぶ違いますからね。 っっちゃったな、なな、寝れないなそう思いながらゴロン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 してるうちにいつの間にかうつらうつらしてた。で寝ちゃったんですね。夜中あたり何かの気配でふーっと目が開いた。うんとシーンとしてなったこの病室で小さな声でね。 話し声がしてるそれがこの仕切りのカーテン越しに聞こえてくるどうも隣に誰かが来ているらしいあ変な患者さんだな誰かと話してるなこんな時刻にしかし面会もないだろうしな看護師さんとも思えないしとそう思ってると来た話し声がやんじゃった で、しばらくすると、うんんー、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 苦しそうにしてるんで、あらと思った。付き添いがいるはずなんですが、そんな声がしないんで、ええー、と思ったんで、大丈夫ですか苦しそうですね。看護さん、やりましょうかう <laughs> って言うと、んー、んーっていうのが、あの、<laughs> <laughs> えー、大丈夫です。って声がしたんで、あどうもあの、隣に来ました。 すが乗っています。よろしくお願いします。って言うと、ああ、こちらこそ。って言う声がした。で、そのまま、また眠ってしまったんですね。翌日はっていうと、奥さんがやってくる、お嫁さんがやってくる、嫁に行った娘がやってきて、結構こう賑わったわけですよね。ところが隣はっていうと、相変わらずピタッ。カーテンが閉まったまんま、小鳥ともとがしない。寝てんだろうなと思うんですが、 面会まるでない菅野さんはね12回のこの検査でもって部屋を後にしたんですがその間もどうやら隣には誰も見舞いの客がないようなんですねそうこうして夕食がある面会時間が終わったんで「じゃあまた来るねお父さんとええそうだな」みんな帰っていた仕事になってねそのうは割と素直に眠れたんですよね ところが夜中また何か気配があってふっと目が開いたうーんと思ってるとカーテン越しに隣からバソ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 小さな声でこの話もが聞こえてきたんであれまた来てるないや、もしかすると昼間顔が出せないような用事があるそんな人が見舞いに来てるのかもしれないなと思ってると来た話もがやんだんであれ

隣の患者さんのところへ来る真夜中の訪問者。これ毎晩じゃないんですよね。来るときもあれば、来ないときもある。ただ不思議なのは、一体いつ来て、で、いつ帰るのか。これが全くわからない。おかしいよなと思ってた。そうなるちなんですが、 夜中 <coughs> また隣が咳き込んでるんで「どうしました大丈夫ですか?」。ええ。声がしてなんか落ち着いたようなんてねなんとなく気になってたもんだから「あのー、時々夜中にどなたか見えてますね」って言うと「あああの人ですか」。 あの人はね、以前この病室に入院しててこのベッドで亡くなった西田さんって人が時々顔を出すんですよおかしなことを言うなんだ気持ち悪いこと言うなと思ったでそれをまためちゃったんですね翌日息子さんが見舞いにやってきた隣はいつものようにピシーッと変わってが閉まってシーンとしてる で息子さんにね「おい隣の患者なちょっとおかしいぞおい」っていうんで昨日の話をしたの。と息子さんがねえげんそな顔して「おいそれはおかしいよ」れ。俺看護師さんに聞いたんだけど隣の患者さんって人はかなり高齢の寝たきりの状態のおじいさんで声帯が潰れてて話なんかできないっつったよ。 えおかしい。自分はちゃんと夜中に会話をしてるわけだ。よく考えてみたら自分が隣の患者さんと話はしてるんですが面と向かったことがない。顔を見たことがない。どんな人かわからない。自分が川口何がしと思っているその人間。もしかしたら俺は別の誰かと話してたのかな。

ベッドの横から男はこっちをじーっと覗いてる。何だろうと思ってると隣から声がして、その人が西田さんですよ。私にはもう見舞いがいらなくなった。っていう声がした。そのと男がスッと消えた。その翌朝、隣の患者さんは亡くなりました。 以来その西田という男も現れなくなくったそしてこの菅野さんも退院したんですよね。病院には何やら不思議な出来事が時々起こっているのかもしれないですね。 東京の文京区、まあここはあの古くからの歴史のある土地なんですがね、まあ東京ドーム球場だとか超高層のビルも建っています。まあ、新しいものも随分できてはいるんですが、やはり東京大学だとか昔からのこの商店街だとか、そしてこの文豪が生活をしたというんで、まあ、そういう意味でも大変有名なところがいくつもここあるんですよね。まあ、その関係かどうかは分かりませんが。 出版関係とかですね印刷関係の会社が随分とあるんですよ。でどれもかなりこの古い会社なんですがねそんな中の一つあの寄席に企業関係の出版をする会社直営勤めることになりましたカー辺さんという若い女性のこれお話なんですよね。彼女の勤めるその会社というのはね 大体いい周りのビルもそんなもんなんですかねずらーっと印刷のその関係の会社が並んでるんですで企業関係ですから社内報だとか、まあ、カレンダーだとか処理関係ポスター、まあ、割と地味な会社ではあるんですよね1階はというとね大きくこの口を開けてほとんど入り口というかまあそのドアを使っていないそこはというと土間の状況でもって 板のののパネル上ににたくさんのこの印刷物が、ね、山積みになってるそれを小さなフォークリフトが出たり入ったりしながらトラックに積み下ろしをしているというそういう状況なんですよね。で3階4階5階っていうのはねこちらは編集だったりとか事務関係のフロアになってるわけですよ。で川辺さんが妙に思うことが一つあったっていうんですね。それは何かというと実は2階なんですよね。 社員の皆さんは古いこのエレベーターでもってこう上上がっていくんですがこのエレベーター2階で泊まることがまずないんですよね。降りる人もいなければ乗ってくる人間もいない。まあ、それもそのはずなんですよね。2階はね、まあ、妙な話なんですがね何かこれ倉庫なんですよね。ですからそうしょっちゅう皆さん倉庫に行かないんで降りる人間もいなければ乗る人間もいないとこういう状況なんですよね。 かといってま2階を通過して3階4階行くんじゃこれ疲れて大変ですからみんなどうしてもこのエレベーターに乗るんですが彼女が思うにはなんだかどうもこの会社の人たちが2階へ行くのを嫌がってるようなそんな感じがしたんですよね。実どうもその2階というのはあまりこう雰囲気がいいようには思えない。でその時なんですが彼女が朝会社へ行った。 いつもののようにエレベーターのボタタボンをポンポと押したんですが、ね、5階で止まったっきりエレベーターが一向に降りてこない。いくら待っても来ないこのまんまじゃしょうがないんでまあいいか今日は階段で上がってみようかとそう思ったわけですよね。彼女にとってみれば入社以来初めて階段で上がっていくわけなんですよ。 2階に上がってみた。ん何だろう何とも薄暗いんですよね。何かじっとしけったような感じがして妙な匂いもしてる。まるで3階4階5階とえらい違いなんですよね。何せ暗いんだ。小さな中にはポツッとついている霧。古いエレベーターと並ぶようにこの古い階段があるわけですよね。あまり人は来ていないようなんですがね。エレベーターとその階段の前。まあわずかなんかスペースがある。 その向こう、スキッて横に仕切って、パネルで持ってね、壁になってる。向こうが全部倉庫なわけですよね。そのパネルの壁の中央に、木のドアが一枚はまってる。薄い緑色をしたドアで、上の方にね、正方形の曇りガラスのこう窓が切ってあるわけですよね。いや、気持ち悪いな、この感じ。なんだろう。と思ってると、 誰かが階段上がってくるんで誰だろうってひょいっと見たんですけど誰もいないあれと思うんですが確かに靴音はしてる。見ようだな。今この階には自分しかいないわけだ。もう一度こう下を見たんですが誰も上がってくる気配もない。変だなと思ってひょいっと正面を見る。 どうもこの靴音このパネルの壁の向こう倉庫の中を誰かが歩いてるそんな感じなんですよね。え見る限りその曇りガラスの向こう薄暗いんですよね。こんなところでもって仕事をしてるんだろうか。なんとなく体が動かないからそのまま黙ってた。見るとこなく体が固まってたんですね。 がだんん近づいてくるええと思ってると曇りガラスの窓の向こうスッ黒い影が横切っていった一瞬妙な怖さを感じるうわ嫌だ嫌だと思ったんですけどもう慌ててね慌てて階段駆け上がった3階3階から4階で自分の机へ行ったいやあそこ気持ち悪い。 いやだなあそこ絶対もう行くもんかそう思ってた何日か日が過ぎたんですよねその日もう間もなく退社時間仕事もほぼ整理がついたんでさあ帰りの支度でもしようかというんであれこれ片付けをしていると「川辺さんちょっと悪いんだけど」先輩の佐藤さんって方がね声かけてきた「はいこれ手伝ってくんない?」 行ってみるとね、大きな段ボール箱中にはというともう全て整理し終わった書類だとかポスターだとかその他印刷物が詰まってる1人じゃ運べないんで一緒にこれを運んで2階の倉庫へ持ってってほしいというわけなんですねああいいですよそれで2人でこの段ボール抱えてエレベーター乗り込んだトンッ2階のボタンを押すうんうん奇妙な音立って古いエレベーターが降りていく ジンッとつかってバチャガチャッ扉が開いた暗い感じジメッとしてるうわいやだなーと思ったそう先輩が鍵を出して倉庫の扉開けた外に行ってイイイ開き始めるとまた妙な臭いがツンと鼻をつくうわだ気持ち悪いなーと思ってると先輩がドアを開けながら 私ね、ここってどうも嫌なのね、来るたんびなんだか気持ち悪くってって言うんです。自分もなんだか気持ち悪い。でまあ、そんなこと言ってる場合じゃないですから、また段ボールを抱えて二人で中に入っていった。中はというとね、床から天井までのずーっと棚になってるんですよ。それが何列にも結、OK、こうつながってる。で、すごいずっとっその一番奥、突き当てるあたりに、薄らくないんですがね、古い事務機だとか、 義務用の机が、またこの物置に置かれてるわけだわ。どのたらもぎっしりと物が積まれてる。ええー、と。一応窓はあるんですが、物がぎっしり詰まってるもんですから、光が入ってこない。それでくらい。ましてはまあ時間の都合もあるんでしょうね。その関係で、なんだかとこう暗くて嫌な感じなんですよね。二人で抱えて、あのね、どこでもいいんだけど、空いてるところ、これ置いていきましょうよ。はい ついてるよくからちょっと置いて「あここにしようか」で,で場所を決めて2人で「12ではいよいしょ」箱を入れたさあまたじゃあ帰ろうと思ってると先輩が「あのね悪いんだけど52番って、ね、番号のついた箱があるんだけど探してくれない箱にはどれもこう番号がついてるそれぎっしりとこう並んでるわけですよねはいで「あなたこっちからお願いね私向こうから探すから」 はい、わかりました。というので探し始めた。何しろかなりの数、たくさんの箱が入ってますからね、ふっと見落としてしまうと、これ大変なんですよね。で、52番ですから、一生懸命、こういつつ見ながら、52番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 、向こうの方では先輩が一生懸命探してるらしい。52番、52番、52番、えー、第7、52番。やってると、ピピピピピピ、ピピピ、音がした、携帯電話。 はい、え、佐藤ですけどはいごめんなさいちょっとあのはいはいすみませんちょっとごめんなさい」言いながら先輩が出て行っちゃった暗い倉庫の中自分一人っきりうわやだなと思ったけどしょうがない子供じゃないんですからねやるだけやって帰らなくちゃいけないんで早く探しちゃおうと思った52番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 でもこれがなかなか見つからない52番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 いやだいやだえー、ないなないな52番やってると。

自分の後ろで止まった彼で一生懸命探してる「50円自番50円自番ないな」と思って先輩50円自番なかなかありませんね」と言ったんだけれども返事がない」こうやってそのまままた「えっ、ー、と50円自番50円自番っあれーと?」っ探してると自分の後ろから「取り返してやる」こういうしたねで「はい!」 えやめてくださいよ先輩、嫌だな、怖いじゃないですかって言って、え、振り返ると、薄暗い倉庫の中、誰もいない、えー、今、靴音がした声もしたなのに誰もいない、嫌やだ,やだ、嫌だ、嫌だ、嫌だ、決めてる、嫌だ、うってやる、この間のことも思い出した。 えー、と思ったけけど逃げ出すすわけにはいいかないででよねでその時ふっと思ったのが「これって先輩いずらしてんのかな?」と思。いや違う。だって先輩サンダルなんですよね。今の靴音。あれはヒールがついてる靴の音ですよ。やだやだやだと思いながら52番52番早く探した。52番52番52番,52番,52番探した。この列ゃない。じゃあ次の列だろう。で次の列へ行った。 えっと、52番と思いながらひょい列で一番向こう突き当たりになりがなーく視線がふっといった瞬間に誰かがいる。え見れば机に向かって座ってる。なんでやっぱり先輩じゃないかと思って。もう先輩お願いしますよね。私こういうの怖いの苦手なんですから脅かさないでくださいよ。もう本当にもう怖くて。言いながら近づいてった。ん違う。 先輩じゃないの先輩はショートヘアなんですかね向こうに向かって座っているその女性長い黒髪なんですよつくもちも体つきも違う全く別の女性なんだなひっくりとも置かれて机に向かって座ってる「え嫌、ー、だ何この人」思ったんですがでもおかしいな自分たちがここへ来た時にあんな人いなかった。 大体いい鍵を開けて入ったのは自分たちだけですからね。何嫌だと思っているとその女がスーッと立ち上がった。本当に目の前でスーッと立ち上がった。ありえないんですよ。人間だったらば、よっ、こらしょって感じで立ち上がる。ところが、まるで座っているというよりも、その状況からスーッと伸びたように立ち上がった。<laughs> おかしい、この人。違う。 この人生きてる人間じゃないんだと思った瞬間に、その女がスーッと横を向いた。長い黒髪をさらっと揺れた。その長い黒髪の間から白い首筋が見えたんですが、その首筋のところに、真っ赤な血がベザーッと。張り付けより染まってた。ええ <laughs> <laughs> 悲鳴を上げてそのままぐちゃーっと自分に張り付いた。腰が拭しちゃった。と、その声に女がフッと落ちるんだ。 乱れた黒髪からすごい目がじーっとこっちを見る。まさに怨念の目ですよね。ってじーっと睨んだんで、もう意識は遠のいてくる。<laughs> <laughs> とんがつますーと玉の向こうに消えてちゃった。<laughs> もう失神寸前ですよ。と。 ごめんなさいね、河辺さん。河辺さんひったひったひった。あれ、河辺さん先輩が来た。で、先輩に助けられて4階行ったわけだ。この話はあっという間に会社中に広まったわけですよ。もう何が何でも絶対二回に行くもんか。そう思った。まあそうこうするうちにが立ってきた。企業関係の、そういった印刷、出版関係ですから、 ちょうど時期を同じくしてどの会社も忙しい。その時期になると余計にこの会社忙しいんですよね。連日、社員がこの残業残業なんですよね。まあそれも大体山場を過ぎた頃。今日も大変遅い時間になってきた。気がつくと、あっちが帰り、こっちが帰りしてって、残ったのは自分と先輩の佐藤さん。そして自分たちの課の課長さんの大田課長って人。この三人だけだった どうやら一応の段取りもついた。片付けも済んだんで。と、この課長が、ええ、ご苦労だったね。お疲れさん。ただい、仮にお疲れの、なんかメンバーの食べていっぱいいろうか。言ってくれたんですよね。この太田課長という人は、もうそろそろ定年退職間近。大和な人で、人望もあるんですよね。社員には好かれてる人。 ですから彼女も嬉しいんで「はいごう人になります」で、ついていったんだうまいもの食べながら酒を飲んでるだん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 いい具合でこう酒が回ってきたんですねとこの先輩の佐藤さんって人がね「課長あのこの間のねリンダの例の話を始めたわけですよ課長は長くこの会社にいますから何かを知っているんじゃないかなまあ酒飲めての楽しい話の気持ちでもって ちょっと話たそのこ田課長がああその話ねうんあの2階はねもともとは倉庫じゃなかったんだよ以前はそこはね同じジムのこのフロアだったんだけどねもう二、ん、十数年前になるかね若手の男性社員と ジムの女の女子が恋仲になってね社内恋愛というやつだな2人はいずれ結婚をとそんな雰囲気だったよそんな頃にねちょうどこの今のシーズンの絵に忙しい時期があったんだで先代の社長のお嬢さんという人が手伝いに来たんだよ無邪気な可愛いい人でねでこの彼と同じセクションでもって働いたんだ そううするうちにこのお嬢さんがどうやらこの彼に好意を持ち始めたんだな彼の方もこのお嬢さんを憎からず思うようになってきたわけだお嬢さんの方はこの彼に恋人がいることは知らなかった彼は恋人がいるんだけどなんとなくこのお嬢さんが好きになってきちゃったんだなでそうこうするうちにこの彼がねまあいいことではないんだけど 二股かけて付きっっちゃったんだな。そのうち思いがだん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 とお嬢さんの方に行った別に出世したいからとかそういうわけじゃないんだ本当にお嬢さんを好きになっていっちゃったんだなその結果気の毒にもともとの恋人のこの彼女を捨てちゃったんだよ捨てられた方の彼女は惨めだったよなみんなは知ってるんだから見る見るやつれていったよ 見るのも辛いほどだった、ね、とうとう会社にいられなくてね会社を辞めたんだがその後ね病院に入院したそうだ、まあ、そうこうするうちにこの彼とお嬢さんとの仲はねまあみんなが知るところとなって結婚の運びになったんだそして二人の結婚式の日、まあ、この日は休日だったんだけど社員が全部出席してね も大変に盛り上がったよ。ところがこの一方でどうやって入ったものか会社へね捨てられた彼女が入り込んできて2階の彼の机でもって首を切って自殺をしたんだよ。吹き出したちがあたり気を真っ赤に染めてねその真っ赤に染まった机の端に。 文字でもって呪うというような字が書いてあったそうだで以来あそこは倉庫になったんだよその頃の机や事務きは全部一万奥に片付けられてるんだけどねそんなことがあったんですかうんという話を聞いたこれから2か月落として河辺さん のの会会社社を辞めたんですよねで別の会社に移った移ったんですが仲に良かった佐藤さんという先輩とはしっ電話でやり取りがあったり買い物に行ったり食事に行ったりしてたんですね川辺さんが会社を辞めてちょうど3年近くなる頃に、まあ、たまに来る佐藤さんの電話がこの電話がいつものようにこう来たわけだ「あどうももしもしー辺ですけど」っ,ったああ いつも,とも様子が違うんでおかしいなと思ってるとこの佐藤さんがね「あなた昨日の新聞見たいや見てないんですけどそう何かうんじゃ順をってすわねあのね3日ほど前なんだけど大高町のね 定年退職の観測官があったの。みんなに疲れてるからみんな集まってね、2時間3時間ってこう盛り上がったんだけど、その後ね、課長の行方がわかんなくなっちゃったの。家にも帰ってないしね。で、昨日の朝早くなんだけど、会社の人間がね、倉庫で血だらけになって死んでいる課長を発見したの。 課長、あの机で座った形で持って首を切って自殺してたんだって辺りは真っ赤にに染まっててねでね衣装はなかったんだけど引き出しの中から古い写真が出てきたのその写真ね 若い頃の大田課長に並んでね若い女性事務員がねにっこり笑ってる写真だったのあなたさ大高町ゃが話してくれたあの話覚えてるええあの若手の男性社員いたでしょええ、あれね 大田課長本人だったの自殺した女は2階のそ庫にずーっといたんですねでチャンスを待ってたんですねそしてとうとう取り返したんですね <noise> もう、これずいぶん前になるんですが、この話、大好きなんですよ。っていうのはね、いつだったか、私のこう当時付き合ってた友人なんですよね、確かから出版社にいましてね、ジュンちゃん、この本見てって言うんですよ。なんだろうと思ったんですね。熱い本なんですよ。で数学の本だってから、いや、それは私わかんないよって言ったら、いや、そうじゃない。 実はこの後書きが面白いんだよって言うんですよ。本人は必ず大体、前書き、後書きありますよね。ットの中にいましたらね、数字なんかないんだな。わからないですよ、全然。で、その後書きの部分、ドイツ語なんですよね。読めるわけはない。そうしましたら、その彼が、いや、自分も読めないんだけど、聞いてきたんで話をするよって言うんですよ。何が書いてあるかっていうと、私は数学者だから、 数学の答えというのは一つだ。それは分かっていると。ただ、世の中には割り切れないものがあるということを、私が知っている。それはって書いたんですよ。どういうことかというと、この方はね、私より多少年上なんですよ。ドイツの人でもって、彼がまだ小さい時、ドイツはこの敗戦になるわけですよね。非常に苦しい時期なんです。 で、彼のその生まれた村というのは、男の子の石痕のようなものがあるんだそうですよ。で、その時には、チョコレートのお菓子がもらえるんだそうで。ところが敗線ですからね。物なんかあるわけないんだ。でも彼は欲しかった。まだ小さいですから、お母さんにね、食べたいよ、食べたいよ、というわけだ。そのためにお母さんが怒った。何言ってるんですかそんなもんあるわけないでしょ。今ね、国中が、 貧しくて苦しい時期なんだから。そんな贅沢言うんじゃないの。ましてやお父さんは戦死してるわけで、そんな余裕があるわけがない。でも彼は欲しかった。食べたいよ欲しいよ。言ってると、おばあちゃんが、ああ、いつか私は必ずお前にね、食べさせてあげるから、それまで我慢をしよう、う言ったそうですよ。わかるんだけどやっぱり自分は欲しかった。そんなある時、 学校から畑道ずーっと歩いて帰ってきた。向こうから背の高い兵隊さんが来た。見ると中児さんだった。で、その彼が自分の名前を呼んだんで、びっくりして、おじさんどうして僕の名前を知ってるのって言ったら、うん、おじさんはよく知ってるんだよ、君のことは。ママはどうしてるんだって言うから、うん、ママのこと知ってるのああ、よく知ってるよ。名前を言って聞かせて話をするんで、うん、ママ元気だ。 うん、で、おばあちゃんはどうしてるえ、おばあちゃんも知ってるんだ。よく知ってるよ。名前言って聞かせた。あ本当だ。うん、おばあちゃんも元気だよ。そうか。でもどうしたんだずいぶん悲しい顔してるじゃないか。って言われたんで。うん。僕はチョコレートのお菓子が欲しい。だけど、うちは作ってくれないし、買ってもくれないし。お菓子のこと言うとママは本当に怒るし。おばあちゃんはいつか食べさせてくれるって言うんだけど、 僕は、それが欲しいんだ。って言った。そしたら、その兵隊さんが優しい顔で、そうか。じゃあ、それおじさんが君にプレゼントしようって言ったんで、ダメだよ。知らない人から物もらったら、ママは怒るし、おばあちゃんだって許してくれないよ。って言った。と、その兵隊さんがね、いや、おじさんは君のことよく知ってるって言ったろママのことも知ってたし、おばあちゃんのことも知ってたじゃないか。だから、おじさんからもらったって、全然それは、構わないことなんだよ。 言ったんで、ああ、そうか。欲しいもんだから、ついてた。そんな時代でも待ち場へ行けば、お菓子売ってたんですね。で、おじさんもお菓子を買ってくれて、はい。くれたそうですよ。嬉しくって、夢中になって家帰ってきた。ただいまって入ってくると、ママが、はい、お帰り。言ってひょいと見た。と、チョコレート菓子を持ってるから、それどうしたので、聞かれたんで、うん、これね、兵隊さんにもらった。言った瞬間、母親の顔色がわった。 そんなわけないでしょ。どうしたのどっから盗んできたのいや、盗んだんじゃないよ。本当にもらったんだ。どうして嘘つくのいや、嘘じゃない。本当にもらったんだこんな厳しい時代、物がない時代に、そんなお菓子をくれる人がいるわけないじゃないか。どうしてお前はそんな嘘をつけるのになっちゃったのお母さんは情けない。怒ったあた。だけど、本当だよって言ったらお母さんが来て、パシーって叩かれた。バーン叩かれた。お菓子が飛んでちゃった。だって本当なんだよ。嘘じゃないんだよ。本当なんだよ。どうしてそういうことを言うんだ 言ってるところでおばあちゃん来てどうしたんだいちょっとお待ちなさいよって。とお母さんが情けない。このが嘘までついた。どっかでお菓子盗んできた。ママと一緒に返して行こう。返して行こうって本当にもらったんだよ。嘘じゃないんだよ。兵隊さんにもらったんだよ。一生懸命売ってた。たおばあさんが、まあまあ、この子の話も聞こうじゃないか。さあどうしたんだいって言うんで、僕が畑道を歩いてきたら、向こうからその高い兵隊さんが来た。 その兵隊さんは僕のこともよく知ってたし、ママのこともおばあちゃんのことも本当によく知ってた。それで、僕がお菓子が欲しいんだって言ったらば、おじさんは、僕のことも、ママのこともおばあちゃんのことも知ってるから、君にプレゼントしてもおかしくないんだよって言った。だから僕がもらってきたんだ。そう言った。で、おばあちゃんが、その人はどんな兵隊さんだったってんで、背の高い兵隊さんで、チュさんだった。 髪の毛はブロンドで目は濃いブルーだった。うん、でその時に何かお前覚えてることがあるかいおばあちゃん優しく聞いたんでうん僕にこのチョコレート菓子をくれる時にその中意さんの左手の薬指に銀の台にブルーの石が入った指輪が目に入ったんだってから言ったわけだ。その瞬間 おばあちゃんが大粒の涙をポ,ポロ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 ってこぼした。見ると母親が壁に向かって走ってって、体をふざけて泣いていた。銀の台に、ブルーの石。それは、英雄に送られる指輪なんですよね。その指輪を持っているのは、この村ではたった一人。僕のお父さんだったんです。 お父さんが彼にプレゼントしてくれたんですよね人の思いや心っていうのはちゃんと生きてるんですよね怖いばかりじゃないんですよねでね私その話をしてるとまた他の話を思い出してしまうんですがね もう、これもだいぶ前なんですが、今考えてみるとずいぶんと乱暴なことしたもんだなと思うんですよ。羽田の空港へ行ってね、夜中、ジャンボジェットを洗うと言うんですよ。それを取りに行けって言うんですよね。行った格好っていうのが、ことまろにね、あの特攻隊の格好なんですよ。髪型ってのをこうくっつけてね、あの革のヘルメットつけて、肩の背中に背負って。 今考えたら随分ふざけた話なんですが、それで言ったわけだ。ジャンボデッドって替いですよ。あの羽根の上がりましたよ。日の丸の上に立ったんだ。うん高いですよ。で、そこで掃除なんかするわけだ。羽根を磨いてね。で、あれこれ終わって、さあ、一息つこうかなと思った。滑走路にはもう飛行機はないんですよね。もうだんだん夜も明けてくる頃なんですよ。 その,まんまの格好で飛び出てった気持ちがいいんですよね。ああ、気持ちいいなーと思ってね、そばにあった箱の上に座ってたんですよ。そうしましたらね、そこの整備のもうかなり年配のよりもおじいちゃんって言った方がいいかな人がトットットッと出てきてね、並んで座ったんですよね。で、この人が何気なく話し始めたんですよ。あの飛行場の沖。 一年に二回、星の降るような夜があるんだ。その時はね、田中さん、銀星号が帰ってくるんですよって言うんですよ。うーんと思った。というのは、これあの、羽田の空港なんですけどね、実はあそこにはたくさんの戦闘機や飛行機が埋まってるんですよね。敗戦後、全ての戦闘機は全部壊されて埋められちゃったんですよ。 日本には当時250機ぐらいあったっていう話なんですが、それを全部埋めちゃった。いや、その250機全部埋めたかどうかはわからないんですよ。でも埋められた。で、その写真も私見てるんですよ。で、この整備をしている、まあこのおじいちゃんっていうかな、この人は戦時中、日本の飛行機をたくさん整備してるわけですよね。埋められた飛行機の中にはね、新聞社の飛行機もあるんだ。総発といったあのエンジン2つあるやつ。 羽が広くて、ボディが細くて綺麗なやつですよ。で、かつてはね、戦前から戦地にかけて、結構こう海外飛び立ってるんですよね。世界一周のために行ってる。でも、何機かが消息を絶ってるんですよ。で、日本にあったやつは全部壊されて埋められちゃった。でも、そのたくさんの飛行機を、この人は整備をしてるわけですよ。そして、送り出してるわけなんだ。ずーっと。 で、戦後はっていうと、米軍の飛行機の整備ですよね。そういう時代があった。そして、民間の飛行機へと。長い歴史、あの春田の空港でもって飛行機の整備をし続けたわけだ。でも、彼の思いの中にあるのは、あの頃、あの飛び立っていった飛行機。そういう思いがあるんでしょうね。その世界に向けて飛び立った飛行機の中に、 銀星号という飛行機があったんですよね。総発の、羽が光ったくて長い、ボディの細い綺麗な飛行機なんですが、帰っては来なかったんですね。そのおじいちゃんが泣いてくれたんですよ。当時はまだ、米軍関係の飛行機の整備が随分あって、遅くまでやっている。まあ、もちろん民間の飛行機もあったんですがね、 仕事が大体終わった。はぁ、一息ついてふっと眺めると、外はもう満天の星ですよね。綺麗な星空ですよ。さあ引き上げるかなと思ってると、うん,ん飛行機のプレペラの回ってる音がする。ん そんなはずはない。もうすべての飛行機が休んでるわけで、飛行機がエンジンを回してるわけがない。でも確かにエンジン音がしてる。んペラが回ってる。おかしいなと思って出てってみた。と、滑走路のうーんと先。満点の星がバーっと広がって、まさに星が降るようなその羽田空港の沖。滑走路の先に何かファーっと光るものがある。 銀色にキラッキラッと光ってるえ不思議に思って近づいてってみたうー,うーって負ければなくエンジン音ヘラが回ってるはだん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 近づいてるんだそのエンジン音覚えがあるエンジン音なんだどん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 近づいてった行ってみると銀色の羽を広げて総発の飛行機がね 二つのペラペラをブーッと回して、だん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 ,だんと角度を変えてってるんですよ。滑走路の先にハまってる。あありゃ、銀星号だ日本を飛び立ったまんま雪を立ってしまった銀星号。自分たちが整備をしたその銀星号が帰ってきてる。ブーッと何人ものレジが出てきてる。おい、今なんだみんなが言った。あ おい、銀星号だとみんなおい銀星号だ!で」でみんなが滑走の先に向かって走ってったと滑走の先で持って銀色の金を広げながらギヤギヤッとしかりながら長発のプロペラをブーッと回してだん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 ,だんみんなを迎えるように銀星号はこっちを向いてきた「ーおーお銀星号だー!と」みんな手を広げて走ってった銀星号は帰ってきた 目の前に人生が見えたよく帰ってたなーって私がファーって夜空に消えてったって言うんですよね稲川さん羽田空港の木に星の降るような晩が年に二度あるその時金星号は帰ってくるんですよ夜明けを迎える羽田の空港でその方から話を聞いたんですがね 私は銀星語が今でも帰ってくるような、そんな気がしますね。それはもしかすると、みんなのその心にあった思いが生み出したものなのか。でも私はやっぱり、銀星語が帰ってきたんだと思ってます。これはとても懐かしい話なんですよね。ところがなぜかね、あの、私の周りのスタッフの人たちは、 この話が好きだって言うんですよね。もう随分昔のことになるんですがね。日本テレビで番組を終えましてね、スタジオ出ようかなと思ったら、稲川さん稲川さん声をかけられたんでひょいっと見ると、衣装部のあの若手さんなんですがね、結構仲いいんですよ。その彼が来てね、稲賀さん、ちょっと話聞いてもらえますって言うんですよ。 ちょうど今のこの番組が、私を怖い話を扱ってたんで、多分そんなもんだろうなと思ったから、おー、お控えてくれるっていうんでね、スタジオの隅の方、セットがあったんで、そこへ腰掛けたんですよ。で、彼らは隣で座った。もうスタジオには誰もいないんですよね。えー、皆さんね、この話ね、私のおじさんの話なんですよ。って言うんです。このおじさんって人は、 彼より、こう、多少歳が上なんですがね。その頃って言うとね、日本がちょうどこう、活気づいてましたね。で、当時のその入りっていうのは、大きなリックをし負ってね、みんなあちこち旅へ行く。なんかそんなスタイルが若者に流行ったんですよね。その頃前後してだったかなカニ族なんてね、言葉があったんですよね。大きな荷物を背負って、両手に荷物抱えて、まっすぐ歩けないもんだからね。 人の間をこう縫うように、横ばいでこう歩くわけだ。で、ニ族なんていう、な言葉がありましたよね。で、当時ね、北海道行きませんか夏の北海道でバイトをしませんか北海道いらっしゃいっていうキャンペーンがあったんですよ。で、なんとなくみんな北海道、北海道。そんな時代がありましたね。その頃のことなんですがね。おじさんは学生で、 旅が好きですから北海道行った。で、2ヶ月間、牧場でもって働いたんですよね。そんな時に、その牧場のお嬢さんという人と結構こう親しくなったんですよね。都会から来たこのおじさんに、この牧場のお嬢さんはね、やっぱりこの好意を持ったんですね。で、そのおじさんの方も、なんとなくこの子を可愛く思ってた。広い草原があって、 地平線が見えて、空が広がってる。まるでこの街とは違う、素晴らしいその世界の中、気持ちの方もぐーっとこう、高揚してくるというのかな気分がやっぱりこう違ってきたんでしょうね。もう2ヶ月もそろそろ終わるという頃におじさんがね、その娘さんに、必ずまた来るからって言ったんですよね。 帰ってきて、そして、大学を卒業して、社会人になった。これは結構忙しいわけですよね、時間に追われてる。毎日毎日が、本当に慌ただしく過ぎていく。そうこうするうちに、1年が2年経っちゃった。あ、はあ、気がついてみるとまあ、随分と慌ただしいもんだなと。旅人も随分行ってないなどっか行ってみたいなと思ってた。で、友人に連絡した。 とその友達の方も、あ昔はなあ、あっちこっち行ったのになあ、どっか行きたいよなあ、っていうことになったんで、これどっか行ってみようか。ちょっと休み取ってどうだって話になった。で、つもりさんの方が、その友達に、もしも、お前まだ決めてるとこなかったら、どうだ北海道行ってみないか。って言うと、うん、ああ、構わないけど、なんかあんのかいったんで,で、俺ね、学生の時にさ、2ヶ月ぐらい、北海道にいたんだよ。 で、その時にね、その牧場でもって、そこの娘さんと結構親しくなってね、可愛い子なんだけど、どうしてるかな結婚してなきゃまたいると思うんだけどな、って言ったんで、うん。そんなことならいいんじゃないか北海道にしようや。で話まとまったわけだ。休みをとって二人ね、大きい区所って出かけてったわけですよ。当時ですから結構時間かかるわけだ。 そしてやがて、北海道のその大地へ着いたわけだ。広い草原。地平線がある。空が広がってる。おい、いいな、北海道すげえな。おお、広いだろと、おお、広いな。俺、ここでもってさ、二ヶ月、バイトしてたんだぜってって。へー、っていうのこと言いながら、二人、気持ちよーく歩いてた。友達が、おい、北海道な、広いのはわかるんだけど、さっきから全く人と会わないな。うーん。 そうだな、いやそれにしてもおかしいないくら広い北海道だって言ったってそこに牧場があってういるだろ番号屋もあるし誰かはいるはずなんだよなっていうの話しながらまたずーっと歩いてたやがておの向こうの方に建物が見えてきたんで「おいあれだよ俺あそこにいたんだよ」って<ー>「へえほらお前サイロが見えるだろうんあそこだよ懐かしいな変わってないな全然」言いながら2人だん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 と近づいてった やがて、建物に着いたんで、こんにちはこんにちはごめんなさい声をかけるんですが、全然返事がない。えーと思って中に入っていったんですが、人の姿がない。えーおい、誰もいないなぁ。おおらかなもんだなってな話って。じゃあ、どうしようか少し待ってよか。そのうち誰が来るだろう。っていうんで二人が、 適当、にその辺のところ腰ちかけて待ってたで、やがてね、うーん、自動車のエンジン音が聞こえたると向こうの方から軽トラックがやってくる。なだらかな軽車庁ね、だん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 こっちへ向かって走ってくるんだああこっちへ来るなと思ってた、それが、うーん、と思<ー><え>った。ドアが開いて、男の人が降りてきたんで、 あ、どうも、こんにちは。どうも、お願いします。えう、っと、おーい。えいっと見ると、その人、見覚えのある顔なんですよね。あ、こんにちは。あの、覚えてますか ?3 年前に子供ってアルバイトしてたら。って言うと向こうで、おーおーあんたがおい、よく来たねってええー。あの、しばらくりに、お邪魔しました。あああ、そうかねところで、もう、誰もいないんですね。今日何かあるんですか 聞くと「いやあうんいやー世の中ってのはおかしなことあるもんだね」え「えよいやねほらあんたと仲の良かった娘さんいるだろう、ね、え実はねあの子が亡くなったんだよ」って聞いて「えおじさん驚いた」「少なからず?」 彼女を会うことを楽しみにしてたんですよね。ところがやってきてみたらば、亡くなったって聞いたんで、ソーラーショックですよね。亡くなったんですかうん。そうしきがすんでね、実は今仕方、墓に埋葬してきたとこなんだよ。はあ。おかしなもんだね。あの子が亡くなって、墓に入ったその日に、あんたが偶然やってくる。 そういうことってあるんだね。あそのうちみんな来るからさ、ちょっと待ってなさいよ。って言うんでいた。そいつだん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 みんな帰ってきた。おい、だしばらくだね。だい、えー、よ来たね。知っ,ってる顔がいくつもある。で、みんなが、はあ、なるほど、思議なもんだね。そういうこともあるのかね。あの子があんたを呼んだのかね。という,う話になってきた。そうすると牧場のご主人が、今日は、うちへ泊まっていきなさい。 で、明日、あの子の博多に行って、天候でも上げてやってくださいよ。言うんで、はい。そうさせてもらいます。なんだか急に寂しくなっちゃった。気分がぐーっと落ち込んじゃったんですよね。それでも何のかんのと、昔の話に花が咲いた。そうこうしてるうちに時間が過ぎて。じゃあ、そろそろ休もうか。ってことになった。という人が、 お前さ、いろいろと思うところもあるだろうから、俺はもうみんなと一緒に寝るからさ、お前部屋で一人で寝ろよ。そに言っちゃった。おじさん一人、部屋の中で布団に入って黙って、あれこれといろんなことを思い出してる。そのうちに、うつらうつらとし始めた。いつしか眠ってしまったんですね。夜中も過ぎた。 まもなくすれば、日も上がるだろうという、そんな時間。北海道ですからね、やっぱ冷えてくるんですよね。う目が開いた。ああ<ー>。んなんだろう、腕が重い。えぇ、あれ。うぅ、よい、とに向くと、自分の腕の上に、黒い髪が乗ってる。長い髪の毛。え なんだ誰かが自分の腕を枕に寝てんだ。おい、と思って。顔を覗っ込んできた瞬間。うぅぅぅぅ指名を上げた。その指名を聞いてみなかった。だだだ,だ,だって来た,た,った。どうした何がったどうしたんだ来た。いやいや、あ、えー、のみんなも驚いた。なんと、彼の腕で寝ていたというのは、 その亡くなった娘さんだったんですよね。白い死に装束に、薄い死に現象をして、まるで眠っているよ。いや、寝てたらば、でっがついたら、彼女が寝てたんですよ。いや、自分でも何かなんとか全然わからない。前に戻れた。いったこれどういうことなんだよ。ぬは確かに、埋葬したはずの娘さんが、彼らの隣で寝ているわけだ。ええー、なんだおい。 君妙りな。いやー、もしかすると、彼女があんたに会いたくて、やってきたのかもしれないね。っていう人もいる。で、昼になってみんな、彼女をまた、毎年言った。線香上げて手を合わせた。その時、無性に悲しかった。おじさんなんだか辛かった。で、帰ってくると、 その牧場のご主人が、あんたもこんなんで気持ちが落ち着かないだろうから、もう一晩泊まってきなさいよ。はあ、ありがとうございます。うん。そした方がいいや。っていうんで、またみんな話をするんですけど、なんだか今一つ盛り上がらないんですよね。やがて時刻がどんどん過ぎて、さあじゃあみんな寝ようかわって話なんだ。と、またその友達が、お前どうだ今日も一人で寝るか。俺は向こうで寝るから。 でちょっとおじさん一人になったわけだ神経がやたらとこうピリピリと起きちゃいるんですがそのうちにやっぱり疲れが出てきたんでしょうねいつの間にか眠ってしまった夜中も過ぎてかれこれすればいいわけやっぱり寒いへえと、ー、びがいいとうん腕が重い え、えー、なんだ、あと思ったその時「待てよ」なんか妙な気がしたんですがゆっくりと横を見てみるとうわ黒い髪自分の腕の上で持って寝ているそんなと思って見る気はないんです分かっちゃいるんですけどもう一度確かめてみようと思って見た瞬間に「うわっうわ目が合ったまたみんな飛んできた 見ればおじさんがガタガタガタと触えてるみんなも踊れた一度ならず二度なんですよねどういうことこれこれはさ放ったわけいかねえぞ一体どういうことなんだいやいやいや気がついたら彼女がつないで寝てたんです見ると黒い綺麗な髪白い死に遅く顔には薄くしぬ化粧。 綺麗な白い顔をしてるんですよね。これ、見ようによっては、白むくを着た花嫁のように見えた。なぜか顔が安らかに眠っているような、そんな感じがしたんですよね。これ一応警察に言おうやという話になった。警察来たんですがね、相手が死体ですからね。その病気で亡くなってる人間だ。事件といえば事件なんですが、どうやっていいかわからない警察の方も。 で、様子を見ましょうってことになったんですね。そう、友達が、おい、ちょっと待ってくれと。俺に考えがあるから。ということで、その牧場の人に頼んで、から町へ出てったわけだ。一方では、彼女はまた埋葬しに行った。で、また牧場に戻ってきた。昼を過ぎた頃に、その友達が帰ってきた。この友達っていう人はね、 結構こうカメラをいじる人でもってあれこれ知ってるわけだ街へ行って駆けずに回ってどうにかいろんなもん集めてきたんでしょうねいやこれカメラなんだけどねこれね時間ごとにシャッター切れるようにしてあるんだよだからな今晩また止めてもらって一応これ置いといてどういう状況が起きてるのか俺映してみようと思うんだその牧場のグッチンも まあよかったら、今日も泊まってってくれって言うんで、そうですか。じゃあ、そうさせてもらいます。っていうことになった。で、おじさんはいつものように、自分は一人で寝たわけだ。ところが、他の部屋へ行ったら連中たちはっていうと、みんな布団に入ったり起きたりしてるんですが、実は寝てないわけですよね。中には、火に当たったままずーっと寝ずで持って様子を見ようという人もいるわけだ。みんなその時間を、まるで待ち構えるようにして、待機してるわけですよ。 おじさんもなかなか眠れない。寝れるわけがない。時間ばかりがだん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 過ぎていく。ところがそうこうしているうちに、やはり昼間の疲れがあるもんですから、なんとなくみんなうつらうつらし始めた。そのうちに、みんな寝てしまった。夜中を過ぎて、まもなく夜明け。 すいお願いします,お,ますおじさん見つける前みんなホッと今日どういう気で走っていってみた日がパッとなるとおじさんが寝ているその横に白い新所属の彼女が横になってるどういうことだよこれ一体会議の見当がつかない一体誰が何をしてるのだいたずらともに思えない岡本さん達が あ写真が撮れてるからこれを現像してくれよと言って牧場の人間頼んで一緒に街へ行ったで後の人たちがおってまた埋葬しに行ったわけだそして帰ってきた昼を過ぎた頃おの友達が帰ってきたそれが何だかすごく緊張してるんですよね写真できましたんで見てもらえますか かなりの枚数あるんですが、そこからひょっと掴んでね、適当な枚数なんですが、それをこんな具合なんですよ。言って、牧場のごにと牧場の主人が真剣な顔で一枚ずつ見てといく。それがで、んうめき声でもつかないの声が。また見ながら、えー おとおきの声を上げた。それをまた牧場のスタッフが受け取って眺めた。そのうんだから声が上がる。やばおい。ってって、黙っておじさんにその写真を手渡した,、うんた。おじさんが写真を見た。その写真、襖が閉まってる部屋の様子なんですよね。一枚目、二枚目、全部襖が閉まってる。 とこれが何枚目かで、襖が少し開いてる。んその次のも襖が開いたまんま、同じ状況。その次のもそんな感じ。そしてその次の写真を見ておいしそのう,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 う。ぬ襖がかなり広がってる。で、襖の下のあたりに足の先がひょっと見えてる。 中段あたりちょうど横になるような形でもって白いに消毒と黒い紙が見える抱えられたような形になってるわけだでその上隙から少し顔がのぞいてるええー、水さん驚いた。 その襖から少し伸びてるその顔それ自分だったんです死体を運んできていたのはおじさん自身だったんですね,でね初めて牧場に着いたその日、おじさんはお墓がどこにあるか知らなかったんですよね不思議ですよね この話をね私の周りの人たちは「北海道の花嫁」って言ってるんですけどね怖いけれどなぜか悲しいお話ですよね うしたは、かなりもご年配の役者さんなんですが、芸歴は長いんですけどね、あまり有名じゃないですよね。芸能界でもこの人の名前知ってる人ってあんまりいないんじゃないですかね。ということはまあ、今ふに言うと、メジャーではないんですね。まあ、失礼な言い方なんですが、テレビにも出ない、ラジオにも出ない、もちろん映画にも出ない方なんですよね。ほとんどが、 舞台なんですがね、それも結構、違法周りが多いんですよね。まあそういう方なんです。ただまあ、かつては、日本の喜劇王と言われた江戸健さん。あの方が前世の頃は、若手として随分活躍された方なんですよね。まあそんな方なんです。でまあ、違法の舞台。まあこちらでもって1週間、あちらでもって2週間っていうことでもって、 まあずっと旅から旅という、そういう生活なんですよね。で、この日も、朝一番、羽田発6時30分の飛行機で持って、福岡へ入ることになってたんですね。まあ飛行機ですから、相当早く行かなきゃいけない。ですからもう本当に早起きですよね。午前3時。まだ外は真っ暗ですよね。目覚ましがなった。 うんボタン押したえとんでさあ起きるか部屋の明かりをつけようかなと思ってると電話だったええベルトあおはようございます用時きっかりにお迎えに上がりますマネージャーからの電話 えい、えい、やい、よろしく。ガタンと切った。えー、さー部屋の明かりをつけた。浴室へ行って明かりをつけて、お湯を出してね、あったかいシャワー、シャー、食べる。体がすっきりして、頭がスカーッとする。目もパッチリ開いた。えい、ー、じゃーって寝、ね、着替えなくちゃった。体拭いてね、部屋行って、あれこれやっていながら、ふっと思った。今の電話、 10年間ずーっと自分に付き添ってくれている、杉山というマネージャーからのいつものようないつもの電話。ただってこれ、いつもだったらそれでいいんですが、今ちょっと違うんですよね。というのはこの杉山マネージャー、体の具合を悪くして今実家へ帰ってる。で、実家近くの病院に入院してるわけだ。で、ここ2週間はっていうと、若手の上田マネージャーという人が自分についてるわけだ。あれ でも今確か、あれ杉山の声だったよなあの言い回し屋の声。どう考えても杉山マネージャー。10年も長い付き合いしてますからね。やっぱり人の声でもなんとなく、ご頃のこの癖というか修正でそう聞こえてしまったのかもしれない。でもなんとなくおかしいよなそんなこと思いながら支度をしていると、 電話になった。ええ、はい。やって出ると。あ、おはようございます。あのー、4時間ぐらいですね。お伺いしますんで、よろしくお願いします。上田マネージャーからの電話。あれおい、上田くん。みんな、今仕方電話来んなかったいや、してませんけど。本当にええー、してませんけど。何か。あれと思ってると、この上田マネージャーが、あのー、 お知らせしといた方がいいと思うんですが、実はですね、今しが方社長のところで電話がありまして、杉山マネージャー、午前3時に病院で亡くなりました。ええー、お、そロントかはい。ええー。じゃあやっぱり、あの電話杉山からだったの思った瞬間体がザーッ寒気がした。 四、えー、時きっかりに、お迎えに上がります。よせよ、おい。おい、おい、上田君君な、悪いけどな、すぐ来てくんねえかな、頼むよ。早く来てくれよ。頼むよ。頼むよ,よ。ねすぐ来てくれよ。頼むよ、上田君はい。頼むよ。頼むからね早く来てよ、上田君ん。あ、ちょ、電話来た。怖くなってきた。よしてくれ、おい。冗談じゃねえぞ、おい。どうにも怖い。 慌てふためいて支度をするんだけど、これがどうにも手につかない。どう考えたって、そんな、死んだ人間からの電話ですからね、こっちも嫌な気持ちはしてるし、怖いし、気ばかり焦ってどうもうまいかは言わない。袖突っ込んでみたり、ネクタイ巻いたり、あたふたあたふたやってた。あれこれやっている時間ばかりがどん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 過ぎていく。玄関の方で、ドアの鍵が開くようなそんな気配がする。 ドアが開いてしまうような気配がする。え誰かが玄関で靴を脱いでるそんな気配がするんで、おーっと思ってひょいっと壁の時計を見ると、4時きっかり。来たーあいつが来たーどうしようどうしよう飛び出して逃げたいんですがね、部屋を飛び出したら廊下一本、突き当てる玄関ですから逃げるわけにはいかないんだあい、つはやった。やったあいつ来る。やったなどうしようかなとだけよ どうしようもない。仕方ないから、ドアの方に背中を向けて、見ないようにしよう。立ったまんま、他の方向を眺めてね、じーっと固まってた。何にもできない。と、廊下を、気配がだん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 近づいてくる。来てる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 。あいつが来てる来てる。だん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 と気配が近づいてくる。うう <laughs> 来てる。ああ、来たーと。 だん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 ,だんだん、気配が近づいてくる。うわぁ、カスクロへ、頼むよー。気配がだん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 近づいて、ドアの向こうで、ふっと立ち止まった。うわぁそう思ってると、ドアのドブが回ったような気配がする。ゆっくりとドアが開く、そんな気配がする。うぅ <laughs> だから、よ。 気配が部屋の中に入ってくる来た来た来た、うん、自分の後ろに立ってるあああ体中が凍ってきた喉の中が渇いてる <laughs> <laughs> それでも湿酸になって喉を振り絞って <laughs> 悪いな今日はいいんだい スイッパーの声で言った。と。失礼します。で聞こえたような気がした。とスーッとケアが遠のいていく。だん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 遠のいて、顔ずーっとケアが去っていく。てあ、入った。ヤがト玄関からスーッと抜けていったような、そんなケアがして。 ええー、また。あだん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 と人心地がついてきた。気持ちもずっと落ち着いてくる。気持ちが落ち着いてくると、こんな妙な気持ちになってきた。というのは、なんだか、その杉山マネージャーが、かわいそうに思えてきた。10年間、自分にずっと、 と付き添ってくれた。決して目立つような派手な仕事じゃない。地方から地方へ回ったらそんな仕事、愚痴も言わずにずっと自分を支えてくれた。市長面に朝迎えに来てくれた。笑顔でもって答えてくれた。そういったものがふーっと頭に蘇ってきた。なんだか切なくなってきちゃった。そして体を悪くして、国へ帰った。病院に入院したわけだ。それでもまだ、 自分のことを気遣っていてくれた。自分のことを思いながら、ちゃんとスケジュールを覚えていて、電話を入れてくれた。あいつはそこまで俺を思ってくれたのに。俺ってやつなんてやつなんだ。あんな冷たい言葉でもってあいつを追いしちゃった。俺は最低だ、と思った。杉山マネージャーが、なんだかすごく愛おしくなってきた。 申し訳なくなってきた。でね。心の中で、彼は叫んだそうですよ。杉山ごめんな許してくれな、杉山ありがとう杉山本当にありがとう何度も何度も繰り返した。胸がぐーっと熱くなった。 デイマネージャーに恵まれてたんだろうな。ちゃ、えっと、玄関で、ドアの開く音がした。いーっとん。ガガ口を脱ぐがする。トトトトかけてくる足音がして、ありがとうございます若手の上田マネージャーの声。トットトちゃっありがとうございます。あれ玄関、鍵かけなかったんですか開いてましたよ。言ったんで、 うん。いいんだ。今、あいつが、帰ってったとこなんだよ。って言ったってんでしょうね。私はね、この話を聞くとなんか胸がね、くーっとね、なんかこう、締め付けられるような気がするんですよね。多分、この方がこうやって仕事ができるということも、そういった、 人いうの思いだったりとか、情熱が、かなりのお年になっても、元気で頑張らせてもらえる何か元になってるのかなまあ感じもしましたね。 その人は野村さんといって80を超えた方なんですがね第二次世界大戦で日本軍の兵士として南方で戦った太平洋戦争当時日本軍は資源と植民地を求めて東南アジアへ侵攻してったわけですよねフィリピンインドネシアマレーシアビルマ、まあ、至るところでもって激しい戦闘があったわけですよね 野村さんの記憶が間違ってなければ、それはインドネシアでのことだったって言うんですよね。そのシールマ、すざまじいばかりの戦闘があったんですよね。ところが、昼を過ぎてしばらくすると、その戦闘をキタッとやるの。あたりはシーッと静まに帰ってる。戦場では時々こういうことがあったそうですね。 激しい戦闘の背中ピタッ音がような。信じらんないような静けさが訪れる。静寂のあたりを包んでる。まああちらでは、こういうのをね、天使の時間だとか、天使の羽ばたく時間とか言うんだそうですがね、なんだかこの穏やかな気持ちになっていく。それがちょうど、その時なんでしょうね。もう見上げると、 それは夕日でもって、ふう高く染まってる。ジャングルの南国特有のその金が黒いシルエットになってる。あんまり静かすぎて。さっきまでの、あの激しい戦闘の残響がね。耳の中で、ジーンと。耳鳴りを起こすくらいだったんですよね。で、野村さん。赤く染まったその空を、ジーっと見てた。 どこからか鼻歌が聞こえてきた誰かが鼻歌を歌ってるうんーと思って見てみると向こうの方に幾重にも掘られたその塹壕その一つから聞こえてくるなんかそれで呼ばれるようにスーッと言ってみた見てみると塹壕の中で三十半ばぐらいの安せこけた兵士が両足を投げ出してね 残壕の土壁に背を持たせて、じーっと赤く染まった空を眺めながら鼻歌を歌ってる。なんだかとっても懐かしい気持ちになって横にしゃがみ込んだ。兵通の兵士が、日本はどっちだって聞いた。今、夕日が沈んでいく。あれが西だからちょうど東が向こうになる。と多分、日本はこっちの方角だろうと。 それと、その兵士が、うーん。で、今、何時だって聞いた。いや、時計が壊れちゃって、はっきりとわからないけれども、まあ、おおよそんところ、18時ぐらいだろうって答えた。その兵士が、うっすらと笑ってね、うーん。じゃあ、国じゃ今頃は女房のやつが、私の無事を祈って、 手を合わせてる頃だろうなーって言った。で、また空を眺めたんで、自分もだなーって空を眺めた。ふん。たった靴をして、おいん見ると同じタイの戦友が。うわぁ貴様は誰と喋ってんだって言うから、うん、この人だよ。で、隣の兵士は指差した。でその戦友がキョトーンとしてる。隣の兵士も何にも言わないんで、おかしいなーって思ってると、その戦友が、 貴様何を言ってるんだ?」って言うんで、そう思いながらひょいっと隣見てみた。日が傾いて、残骸の中はもうだいぶ薄暗い。隣の兵士、ピクリと儲動かない。あれと思ってよく見ると、両足を投げ出して、戦闘服を真っ赤な血で染めて、穴ぼこんだけになった目を空に受けて。 それは死んでる兵士だったそうですよ。野村さん、死んでいる兵士とお話してたんですね。戦争という極限状態では、普段我々が感じることができないような未知の力が働くのかもしれませんね。で野村さんがね、多分その兵士は亡くなるその瞬間に懐かしいふるさとや 愛する奥さんを思い出していたんだろうなって言ってましたね。多分そういうこともあるんでしょうね。さて、この話はね、まあ、仮に田辺明夫さんとしときましょうか。彼がまだ、 小学校の一年生の時にお母さんに連れられてお姉ちゃんと三人でお母さんの実家の茨城県のおじいちゃんおばあちゃんの家へ遊び行った夏休みでねでおじいちゃんおばあちゃんのその家というのは地元では結構有名な旧家なんですね太い梁があって太い柱があって黒光りする廊下がずーっとつー続いてる深い瓦原やねん ただ、部屋の中なんとなく薄暗いんですよね。でも、あたりには自然がいっぱいある。長期は友が飛んでる。蝉が鳴いてる。もう嬉しくてね、網持って駆けずりまってるわけだ。ご飯よーって聞こえやしない。あんまり夢中で遊んでるうちに、多少興奮したんでしょうかね。熱を出しちゃった。おばあちゃんが、ああ、それは懐かしだね。寝てりゃ治るよ。って言って、その大きな屋敷の一番端。 にやりめんしたその部屋で持って休むことになったわけだ。布団に入って、水枕をしてね、おー増えてる。昼を過ぎた頃、なんとなく目がふーっと開いた。と、カンカンカン、カン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 。外で、下駄の跳ねる音がしてる。ん 誰かが遊んでる。ああ、いいなあ、遊びたいなあ、と思ってた。カン,ン,ン、カン,ン,ン、カン。カン、カン、カン。なんだか気になったもんだから、布団から入れて,てってね。正直にちっちゃいのぴュっと開けてそっから覗いてみた。の、棒作りの頭で白いシャツを着て、灰色の半ズボンに下駄を履いた男の子がね、一人で遊んでる。 あれあの子誰かなこのうちにはそんな感じないし、どこの子なんだろうなと思ってた。そのうち何となく頭がふらーっとするんで、また布団に戻った。で、目をつぶって、うつらーうつらしていると、うふん、うふん、うふん。笑い声が聞こえた。あ、あの子の笑い声だなと思った。しばらくして目が開いたんで、 まだいるかなと思ってね。また精進のとこ行ってみた。そう。自分がさっき開けた穴のそばにもう一つ小さな穴が開いてる。ああ、あの子こっから僕のこと見てたんだ。そう思った。次の日、遊ぼうかなと思ったんだけど、おばあちゃんが、もう一日寝てなさいって言うんでしょうがない。また布団の中で寝てた。昼を過ぎた頃、 庭で下駄の音がする。あ、あの子来てるな。と思ってると。下駄の音がだん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 近づいてきて。そして、映画に上がってきた。あ、あの子来た。と思ってふっと見ると、正直に小さな貝ができてる。どうやら、あの穴からこっちを見ているらしい。で、曲が、 病気が治ったらさ、一緒に遊ぼうね。って言うと、その貝が、うんってうなずいた。僕ね、秋夫って言うんだけど、なんていう名前って聞くと、すけって聞こえたような気がした。うん。じゃあ遊ぼうね。って言うと、スーッとその貝が消えた。翌日になって、もうすっかり体を治って、さあ遊ぼうと思った。 おそうだコスケ来ないかなと思って待ったでもコスケ来なかった次の年も待ってたんだけどもとうとう来なかったでいよいよ帰る日が来たで明生君庭行って「今度の夏また来るからさそしたら遊ぼうねねコスケって言って帰った次の年の夏休み またお母さんと一緒にやってきたんだけど、とうとう康介に会えなかった。その次の年の夏休みも来たんだけど、とうとうまた会えなかった。その時、秋夫君思った。このことは誰にも言わない方がいいな。康介が現れないのは多分、自分がだん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 大きくなっちゃったからだろうな。康介はきっと、 座敷切らしなんだろうなって思ったってんですよね。で、だん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 大きくなっていく。友達も増えていく。そうなると、だんだんとおじいちゃんおばあちゃんの家へ行くことが少なくなってきちゃった。そして月日が経っていった。おじいちゃんが亡くなって、その6年後におばあちゃんが亡くなった。その時はもう、 秋夫くんはすっかり成長して社会人になった。で、両親と一緒に葬儀に出席したわけですね。一応のことは全部済んだ。身内だけが家に残ったんですね。と、お母さんのお姉さん、おばさんがね、ちょっと、こんなもの見つけたわよってみんなのところにやってきた。見ると、綺麗な風呂敷包みを持ってるんですよね。 お母さんのね、押し入れ整理したらさ、こんなのが出てきたのよって言ってみんなの前にフォンと置いてみせた。それを敷きをめくるとね、中から小さな白いシャツが出てきた。灰色の半ズボンも出てきた。子供の下駄が出てきた。それ見て、あ、曲がふっとなった。20年前。それは、 自分が見たあの康介が着ていた服だったんですよね。それと一緒に小さな箱があって中に髪の毛とガードに住んだ何かが入っていた。でもね、その時もう明生君は知ってたんですよね。お母さんの兄弟で一番末っ子に康介っていう弟がいたことをね。で、その子が7つの時に亡くなったってことも知ってたんです。 自分が寝させられたあの部屋、多分、浩介くん、あそこで寝てたんでしょうね。えっと、おばあちゃんは多分、時々、浩介が庭に出てきて遊んでんの知ってたんじゃないかなって思ったって言うんですよね。なぜか懐かしいですよね。 例は結構寂しがりがなのかもしれないですねこの話はね実際に青森の新聞に載ったんですよで実はこの出来事の目撃者というのは 私の女房の母親なんですよね。というのはね、私の女房のこの母親の友人なんですが、この方が出産したんですがね、その産後のいたが悪かったんでしょうかね。それとも何か病気があったのか、体調を崩しましてね、入院したんですよね。で、これがなかなか良い方に向かわないわけですよ。 旦那さんと二人で暮らしてますからね、ご人の方が、その赤ちゃんの面倒を見てるわけだ。そんなことがあったんで、私の女房のお母さんだとか、その友人の人たちが、どっか引っかえ、病院に顔を出したりとか、家の方へ行ったりしてたんですけども、そうこうするうちにね、この奥さんが、もうそろそろ危ないだろうと言われるんだった。四季が近づいてきたんですね。 確かに誰の目にもねはっきりと分かったそうですで女房のお母さんとあと友人の二人三人が今日か明日かそろそろもう山場なんですよねで月日の完備をしたわけですよねと言ったって何の手もなせないわけですよただそこにいるだけなんですがで 病人さんが寝ているベッドの足元のあたりに椅子を並べてね3人で黙って座ってた寝ているその病人さんのほうはっていうともうほとんど語りもしないだから黙って横になってる時間が経っていつまでかみんなうつらつらし始めたんですねそのうちに眠っちゃったこの病死というのはね 1> 1階にあるんです青森ですから結構寒いですよね窓も閉め切って暖房も入っているんですがねところが夜中が過ぎた頃にね寒くてふっと目が開いたってうんですよみんな目が開いて「寒いねどうしたんだろう」って言っと見ると窓が開いてねカーテンがひらひら揺れている。 外から風が吹っ込んでるわけだわ。あらいつまだの負けなんだろうたるまけた人間なんかいないみたいな。ああ、閉めようと思ったその時にね、入れるカーテンの下、マだのバのところに、にゅっと白い手が現れた。ええ。思ってるところがずーっと伸びてきた。嫌だなんだろうと思って、そのままたまーって三人で見てると、 だん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 とそれが、配置で上がってきた。やがて顔が見えたらそれ、え寝ている病人なんですよね。その奥さんが、窓から入ってきた。なんでそんな、えもう、今日か明日かという病人ですよ。窓から入り込めるわけがない。それがずーっと入ってきたんですよ。声が出ないままダバーンつって見た。 部屋の中に入ってきて山でベッドに向かってベッドに入っていくその時におかしいというのはベッドにはもうちゃんとその奥さん眠ってるって言うんですよそこに重なるようにスーッと入っていって体が一つになったって言うんですよねええー、こんなことってあんのかなと思ってたらそただその何もやずんで寝ていた奥さんっていうのが すーっと起き上がってきたとんですよ。ええー？なんだろうと思ってたらば、三人の顔見てね。ああ、見られちゃったわね。子供のことが気になったもんだからね。今うち行ってミルクをあげてきたのって言っとったんですよ。えまたその よくなったそしてこの奥さん亡くなったそうです幸せなわけでね旦那さんやってきた亡くなった奥さん眺めてね何とも言えない寂しい顔をしてたそうなんですが今みんなが見たことを話すといやー不思議なんですよ子供の面倒は見てたんですけどもやっぱり疲れが出て つい寝てしふっ,っと目が開いてあミルクをと思ったらば子供は全然泣いてないしミルクはちゃんと減ってるんですよねそうか女房の寝た時々家に帰ってきて子供にミルクをあげてたんだなって言ったって言うんですよね子供を残して たびたびたっていく母親の思いというんでしょうかねそんな寂しさを感じさせるお話ですよね。だからねふっと見落としてしまうとこれ大変なんですよね で、52番ですから一生懸命こう靴つみながら52番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 向こうの方では先輩が一生懸命探してるらしい52番52番52番ええダイナ五52番やってるとピピ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 ピ音がした携帯電話はいえ佐藤ですけどはいごめんなさいちょっとあのはいはいすみませんちょっとごめんなさい」言いながら先輩が出て行っちゃった 暗い倉庫の中、自分一人っきり、うわ嫌だなと思ったけどしょうがない。子供じゃないんですからね。嫌だけやって帰らなくちゃいけないんで、早く探しちゃおうと思った。五十二番、五十二番、五十二番、五十二番。でもこれがなかなか見つからない。五十二番、五十二番、五十二番、五十二番。やだやだ、ええー、ないな、ないな、五十二番。やってると、クソ音が聞こえてきた。あ、先輩帰ってきたな。 と思いながら早く探しちゃおうと52番52番52番やってるとだんだんと自分の方へ近づいてくるえっ、ー、とえっ、ー、と52番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 とえー、やってるどん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 靴下が近づいてくる自分の後ろへ止まった 彼で一生懸命探してる「50円自慢」「50円自番ないな」と先輩50円自慢なかなかありませんね」って言ったんだけれども返事がない」こうやってそのまままた「えっと50円自慢50円自慢」っあれーと?」っ探してると自分の後ろから「取り返してやる」こういうしたねで「はい!」 えやめてくださいよ先輩嫌だなあ怖いじゃないですかって言って「え振り返ると薄暗い倉庫の中誰もいない「えー、今靴音がした声もしたなのに誰もいないやだ,やだ「嫌だ嫌だ嫌だだ気持ち悪いだ」やだやだ「う、えー」ってやるこの間のことも思い出した ええと思ったけど、逃げ出すわけにはいかないですよね。で、その時ふっと思ったのが、これって先輩いさつしてんのかなといや違う。だって先輩サンダルなんですよね。今の靴音。あれはヒールがついてる靴音ですよ。やだやだやだ。と思いながら52番、52番早く探した。52番、52番、52番,52番,52番,52番探した。この列ゃない。じゃあ次の列だろう。で、次の列へ行った。 えーっと52番と思いながらひょい列で一番向こう突き当たりにながなく視線がふっていった瞬間に誰かがいるえ見れば机に向かって座ってるなんだやっぱり先輩じゃないかと思ってもう先輩お願いしますよね私こういうの怖いの苦手なんですから脅かさないでくださいよもう本当にもう怖くて言いながら近づいてったん違う。 先輩じゃないの先輩はショートヘアなんですよね向こうに向かって座っているその女性長い黒髪なんですよ服も違う体つきも違う全く別の女性なんだなひっくりと動かないで机に向かって座ってるえ嫌、ー、だ何この人思ったんですがでもおかしいな自分たちがここへ来た時にあんな人いなかった だいたたいを開けけ入っらら分たちだけですからね何嫌だと思っているとその女がスーッと立ち上がった。本当に目の前でスーッと立ち上がった。ありえないんですよ。人間だったらばよっこらしょって感じで立ち上がる。ところがまるで座っているというよりもその状況からスーッと伸びたように立ち上がった。おかしいこの人。違う。 この人生きてる人間じゃないんだと思った瞬間に、その女がスーッと横を向いた。長い黒髪をさらっと揺れた。その長い黒髪の間から白い首筋が見えたんですが、その首筋のところに、真っ赤な血がダダーッと。張り付けより染まってた。えぇえ悲鳴を上げてそのままぐちゃーっと自分に張り付いた。腰が抜しちゃった。その声に女がふっと落ちる。 乱れた黒髪からすごい目がじーっとこっちを見る。まさに怨念の目ですよね。ってじーっと睨んだんでもう意識は遠のいてくる。とんのとますと玉の向こうに消えてきちゃった。<laughs> もう失神寸前ですよ。と。 ごめんなさい、ね、川辺さん河辺さんあれ河辺さん先輩が来たで先輩に助けられて4階行ったわけだこの話はあっという間に会社中に広まったわけですよもう何が何でも絶対2階に行くもんかそう思うと、まあ、そうこうするうちにがたってきた企業関係のそういった印刷出版関係ですから ちょうど時期を同じくしてどの会社も忙しいその時期になると余計にこの会社忙しいんですよね連日社員がこの残業残業なんですよね、まあ、それも大体山場を過ぎた頃今日も大変遅い時間になってきた気が付くとあっちが帰りこっちが帰りしてって残ったのは自分と先輩の佐藤さんそして自分たちの彼の課長さんの太田課長っていう人この3人だけなった。 どうやら一応の段取りもついた、片付けも済んだんで、とこの課長が、えー、ご苦労だったね、お疲れさん、ただい、仮にお疲れの、なんか麺の食べていっぱいいろうか、言ってくれたんですよね。この大田課長という人は、もうそろそろ定年退職間近、大まな人で、人望もあるんですよね。社員には疲れてる人。 ですから彼女も嬉しいんで「はいごう人になります」で、ついていったんだうまいもん食べながら酒を飲んでるだん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 いい具合でこう酒が回ってきたんですねとこの先輩の佐藤さんって人がね「課長あのこの間のねリンダの例の話を始めたわけですよ課長は長くこの会社にいますから何かを知っているんじゃないかなまあ酒のめでの楽しい話の気持ちでもって ちょっと話を振った。と、この中田課長が、ああ、その話ね。うん。あの2階はね、もともとは倉庫じゃなかったんだよ。以前はそこはね、同じジムのこのフロアだったんだけどね、もう二、ん、十数年前になるかね、若手の男性社員と、 ジムの女の女子が恋仲になってね社内恋愛というやつだな二人はいずれ結婚をとそんな雰囲気だったよそんな頃にねちょうどこの今のシーズンのに忙しい時期があったんだで先代の社長のお嬢さんという人が手伝いに来たんだよ無邪気な可愛い人でねでこの彼と同じセクションでもって働いたんだ そうするうちにこのお嬢さんがどうやらこの彼に恋を持ち始めたんだな彼の方もこのお嬢さんを憎からず思うようになってきたわけだお嬢さんの方はこの彼に恋人がいることは知らなかった彼は恋人がいるんだけどなんとなくこのお嬢さんが好きになってきちゃったんだなでそうこうするうちにこの彼がねまあいいことではないんだけど 二股またかけて付き合っちゃったんだなそのうち思いがだん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 とお嬢さんの方にいった別に出世したいからとかそういうわけじゃないんだ本当にお嬢さんを好きになっていっちゃったんだなその結果気の毒にもともとの恋人の子の彼女を捨てちゃったんだよ捨てられた方の彼女は惨めだったよなみんなは知ってるんだから見る見るやつれていったよ いや見るのも辛いほどだった、ね、とうとう会社にいられなくてね会社を辞めたんだがその後ね病院に入院したそうだ、まあ、そうこうするうちにこの彼とお嬢さんとの仲はねまあみんなが知るところとなって結婚の運びになったんだそして2人の結婚式の日、まあ、この日は休日だったんだけど 社員が全部出席してね披露も大変に盛り上がったよところがこの一方でどうやって入ったものか会社へね捨てられた彼女が入り込んできて2階の彼の机でもって首を切って自殺をしたんだよ吹き出したちが辺り気を真っ赤に染めてね その真っかに染まった机の端に血文字でもって呪うというような字が書いてあったそうだで以来あそこは倉庫になったんだよその頃の机や地務きは全部一番奥に片付けられてるんだけどねそんなことがあったんですかうんという話を聞いた ここれから2ヶ月落として川さん、んの会社を辞めたんですよねで。別の会社に移った移ったんですが仲に良かった佐藤さんという先輩とはしょっ電話でやり取りがあったり買い物に行ったり食事に行ったりしてたんですね川辺さんが会社を辞めてちょうど3年近くなる頃に、まあ、たまに来る佐藤さんの電話がこの電話がいつものようにこう来たわけだ「あどうももしもし川辺ですけど」と言った あいつもとも様子が違うんでおかしいなと思ってるとこの佐藤さんがね「あ、ま、なた昨日の新聞見たいや見てないんですけどそう何かうんいやジンを手放すわねあのね3日ほど前なんだけど 大高町のね、定年退職の観測官があったの。みんなに疲れてるからみんな集まってね、2時間3時間ってこう盛り上がったんだけど、その後ね、課長の行方が分かんなくなっちゃったの。家にも帰ってないしね。で、昨日の朝早くなんだけど、会社の人間がね、倉庫で、 血だらけになって死んでいる課長を発見したの課長あの机で座った形でもって首を切って自殺してたんだって辺りは真っ赤にに染まっててねでね衣装はなかったんだけど引き出しの中から古い写真が出てきたんだ その写真ね若い頃の太田課長に並んでね若い女性事務員がねにっこり笑ってる写真だったのあなたさ太田課長が話してくれたあの話覚えてるええあの若手の男性社員いたでしょ あれね、大高町本人だったの自殺した女は2階のそこにずーっといたんですねでチャンスを待ってたんですねそしてとうとう取り返したんですね もう、これずいぶん前になるんですが、この話、大好きなんですよ。っていうのはね、いつだったか、私の子当時付き合ってた友人なんですよね。確か彼は出版社に言いましてね、ジちゃん、この本見てって言うんですよ。なんだろうと思ったんですね。熱い本なんですよ。で数学の本だってから、いや、それは私わかんないよって言ったら、いや、そうじゃない。 実はこの後書きが面白いんだよって言うんですよ。本人は必ず大体、前書き、後書きありますよね。ッ、えっの、と、中にいましたらね、数字なんかないんだな。わからないですよ、全然。で、その後書きの部分、ドイツ語なんですよね。読めるわけはない。そうしましたら、その彼が、いや、自分も読めないんだけど、聞いてきたんで話をするよって言うんですよ。何が書いてあるかっていうと、私は数学者だから、 数学の答えというのは一つだ。それは分かってると。ただ、世の中には割り切れないものがあるということを、私が知っている。それはって書いたんですよ。どういうことかというと、この方はね、私より多少年上なんですよ。ドイツの人でもって、彼はまだ小さい時、ドイツはこの敗戦になるわけですよね。非常に苦しい時期なんです。で、彼のその生まれた村というのは、 男の子のセックのようなものがあるんだそうですよ。で、その時には、チョコレートのお菓子がもらえるんだそうで。ところが配線ですからね。物なんかあるわけないんだ。でも彼は欲しかった。まだ小さいですから、お母さんにね、食べたいよ、食べたいよ、というわけだ。そのためにお母さんが怒った。何言ってるんですかそんなもんあるわけないでしょ。今ね、国中が貧しくて苦しい時期なんだから。 そんな贅沢言うんじゃないの。ましてやお父さんは戦死してるわけで、そんな余裕があるわけがない。でも彼は欲しかった。食べたいよ欲しいよ。言ってると、おばあちゃんが、ああ、いつか私は必ずお前にね、食べさせてあげるから、それまで我慢をしよ、う言ったそうですよ。わかるんだけどやっぱり自分は欲しかった。そんなある時、学校から畑道ずっと歩いて帰ってきた。 向こうから背の高い兵隊さんが来た。見ると中児さんだった。で、その彼が自分の名前を呼んだんで、えびっくりして。おじさんどうして僕の名前を知ってるのって言ったら、うん、おじさんはよく知ってるんだよ、君のことは。ママはどうしてるんだって言うから、うん、ママのこと知ってるのああ、よく知ってるよ。名前を言って聞かせて話をするんで、うん、ママ元気だ。うん、で、おばあちゃんはどうしてる え、おばあちゃんも知ってなあよく知ってるよ。名前言って聞かせた。あ、本当だ。うん、おばあちゃんも元気だよ。そうか。でもどうしたんだずいぶん悲しい顔してるじゃないか。って言われたんで。うん。僕はチョコレートのお菓子が欲しい。だけど、うちは作ってくれないし、買ってもくれないし。お菓子のこと言うとママは本当に怒るし。おばあちゃんはいつか食べさせてくれるって言うんだけど、僕はそれが欲しいんだ。 言った。そしたら、その兵隊さんが優しい顔で、そうか。じゃあ、それおじさんが君にプレゼントしようって言ったんで、ダメだよ。知らない人から物もらったらママは怒るし、おばあちゃんだって許してくれないよって言った。と、その兵隊さんがね、いや、おじさんは君のことよく知ってるって言ったろママのことも知ってたし、おばあちゃんのことも知ってたじゃないか。だからおじさんからもらったって、全然それは構わないことなんだよって言ったんで、ああ、そうか。 欲しいもんだから、ついてた。そんな時代でお待ち場行けば、お菓子売ってたんですね。で、おじさんがお菓子を買ってくれて、はい。くれたそうですよ。嬉しくって夢中になって家帰ってきた。た、は、だいまーって入ってくると、ママが、はい、お帰り。言ってひょいっと見た。と、チョコレート菓子を持ってるから、それどうしたので聞かれたんで、うん、これね、兵隊さんにもらった。言った瞬間、母親の顔いら変かった。そんなわけないでしょ。どうしたの どっから盗んできたのって言うから。いや、盗んだんじゃないよ。本当にもらったんだ。どうしたって嘘つくのいや、嘘じゃない。本当にもらったんだって。こんな厳しい時代。物がない時代に、そんなお菓子をくれる人がいるわけないじゃないか。どうしてお前はそんな嘘をつけるのになっちゃったのお母さんは情けない。怒ってあげたわけだ。だけど、本当だよって言ったらお母さんが来て、パシーと叩かれた。バーン叩かれた。お菓子が飛んでいっちゃった。だって本当なんだよ。嘘じゃないんだ。本当なんだよ。どうしてそういうことを言うんだ言ってるところおばあちゃんが来てどうしたんだい ちょっとお待ちなさいよって。えっと、お母さんが情けない。この子嘘までついた。どっかでお菓子盗んできた。ママと一緒に返していこう。返していこうって。本当にもらったんだよ。嘘じゃないんだよ。兵隊さんにもらったんだよ。一生懸命訴えた。そたらおばあさんが、まあまあ、この子の話も聞こうじゃないか。さあ、どうしたんだいって言うんで、僕が畑道を歩いてきたら、向こうからその高い兵隊さんが来た。その兵隊さんは僕のこともよく知ってたし、 ママのこともおばあちゃんのことも本当によく知ってた。それで僕がお菓子が欲しいんだって言ったらば、おじさんは僕のこともママのこともおばあちゃんのことも知ってるから、君にプレゼントしてもおかしくないんだよって言った。だから僕がもらってきたんだ。そう言った。で、おばあちゃんが、その人はどんな兵隊さんだったって言うんで、背の高い兵隊さんでチュさんだった。髪の毛をすると、 彼女があんたに会いたくて、やってきたのかもしれないね。っていう人もいる。で、昼になってみんな、彼女をまた、毎年に行った。線香あげて手を合わせた。その時、無性に悲しかった。おじさんなんだか辛かった。で、帰ってくると、その牧場のご主人が、あんたもこんなんで気持ちが落ち着かないだろうから、 もう一晩泊まってきなさいよ、はあ。ありがとうございます。うん。そした方がいいや。でんでまたみんな話をするんですけなんだか今一つこう盛り上がらないんですよね。やがて時刻がどんどん過ぎて、さあじゃあみんな寝ようかわって話なんだと。と、またその友達が、お前どうだ今日も一人で寝るか。俺は向こうで寝るから。ってで言っちょっとおじさん一人になったわけだ。 神経がやたらとこうピリピリと起きちゃいるんですがそのうちにやっぱり疲れが出てきたんでしょうねいつの間にか眠ってしまった夜中も過ぎてかれこれすればいいわけやっぱり寒いへえと、ー、びが開いたん腕が重いえっえー、なんだああと思ったその時待てよ なんか妙な気がしたんですがゆっくりと横を見てみるとうわっ黒い髪自分の腕の上で持って寝ているそんなと思って見る気はないんです分かっちゃいるんですけどもう一度確かめてみようと思って見た瞬間にうおお目が終わったまたみんな飛んできた見ればおじさんがガタ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 震えてるみんな戻れた 一度ならず二度なんですよね。どういうことこれ。これはさ、放ったわけいかねえぞ。一体どういうことなんだいやいやいや、気がついたら彼女がつないで寝てたんです。見ると、黒い綺麗な髪。白い死に装束、顔には薄くしぬ化粧綺麗な白い顔してるんですよね。これ 見ようによっては、白むくを着た花嫁のように見えた。なぜか顔が安らかに眠っているような、そんな感じがしたんですよね。これ一応警察に言おうやという話になった。警察来たんですがね、相手が死体ですからね。その病気で亡くなっている人間だ。事件といえば事件なんですが、どうやっていいかわからない警察の方も。で、様子を見ましょうってことになったんですね。 と友達が、おい、ちょっと待ってくれと。俺に考えがあるから。ということで、牧場の人に頼んで、から町へ出れったわけだ。一方では、彼女はまた埋葬しに行った。で、また牧場に戻ってきた。昼を過ぎた頃に、その友達が帰ってきた。この友達っていう人はね、結構こう、カメラをいじる人でもって、あれこれ知ってるわけだ。 街へ行って、駆けずり回って、どうにかいろんなもん集めてきたんでしょうね。いや、これカメラなんだけどね、これね、時間ごとにシャッター切れるようにしてあるんだよ。だからな、今晩また止めてもらって、一応これ置いといて、どういう状況が起きてるのか、俺映してみようと思うんだ。その牧場のご主ンも、まあよかったら今日も泊まってってくれって言うんで、そうですか、じゃあそうさせてもらいます。っていうことになった。 で、おじさんはいつものように自分は一人で寝たわけだ。ところが他の部屋へ行った連中たちはってとみんな布団に入ったり起きたりしてるんですが、実は寝てないわけですよね。中には、火に当たったままずーっと寝ずでもって様子を見ようという人もいるわけだ。みんなその時間をまるで待ち構えるようにして待機してるわけですよ。おじさんもなかなか眠れない。寝れるわけがない。時間ばかりがだん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 過ぎていく。 ところがそうこうしているうちに、やはり昼間の疲れがあるもんですから、なんとなくみんな、うつらうつらし始めた。そのうちに、みんな寝てしまった。夜中を過ぎて、間もなく夜明け。と。来てくださいお願いしますおじさん見かける声。みんな、ほっとけよ、どういけね走って行ってみた。火がパッと出ると。 おじさんが寝ているその横に白石に所属の彼女が横になってるどういうことだよこれ一体買い物見当がつかない一体誰が何をしてるんいたずらとも思えない僕の友達があった写真が撮れてるからこれを現像してくるよと言って牧場の人間頼んで一緒に街へ行ったで 後の人たちがおって、また埋葬しに行ったわけだ。そして帰ってきた。昼を過ぎた頃、その友達が帰ってきた。それがなんだかすごく緊張してるんですよね。写真できましたんで、見てもらえますか。かなりの枚数あるんですが、そこからひょっと掴んでね、適当な枚数なんですが、それをこんな具合なんですよ。言って、 牧場のごに渡した牧場の主人が真剣な顔で一枚ずつ見ていく。それで、うん。めき声でもつかないの声が上がまた見ながら、えー、お届けの声を上げた。それをまた牧場のスタッフが受け取って眺めた。うちうん。だから声が上がる。 黙っとおじさんにその写真を渡したおじさんが写真を見た。その写真、襖が閉まってる部屋の様子なんですよね。一枚目、二枚目、全部襖が閉まってる。ところが何枚目かで、襖が少し開いてる。んその次のも襖が開いたまんま、同じ状況。その次のもそんな感じ。 で、その次の写真を見ておいさんう,う,う。う襖がかなり広がってる。で、襖の下のあたりに足の先がひょっと見えてる。中段あたり、ちょうど横になるような形でもって、白い一に消毒と黒い髪が見える。抱えられたような形になってるわけだ。で、その上、 妻から少し顔が覗いてるえー、おじさん驚いたその襖から少し覗いてるその顔それ自分だったんです死体を運んできていたのはおじさん自身だったんですね 初めて牧場に着いたその死おじさんはお墓がどこにあるか知らなかったんですよね不思議ですよねこの話をね私の周りの人たちは「北海道の花嫁」って言ってるんですけどね怖いけれどなぜか悲しいお話ですよね この人は、かなりもご年配の役者さんなんですが、芸歴は長いんですけどね、あまり有名じゃないですよね。芸能界でもこの人の名前知ってる人ってあんまりいないんじゃないですかね。ということはまあ、今ふに言うと、メジャーではないんですね。まあ、失礼な言い方なんですが、テレビにも出ない、ラジオにも出ない、もちろん映画にも出ない方なんですよね。ほとんどが、 舞台なんですがね、それも結構、違法周りが多いんですよね。まあそういう方なんです。ただまあ、かつては、日本の喜劇王と言われた江戸県さん。あの方が前世の頃は、若手として随分活躍された方なんですよね。まあそんな方なんです。でまあ、違法の舞台。まあこちらでもって一週間、あちらでもって二週間っていうことでもって、 まあずっと旅から旅という、そういう生活なんですよね。で、この日も、朝一番。羽田発6時30分の飛行機で持って、福岡へ入ることになってたんですね。まあ飛行機ですから、相当早く行かなきゃいけない。ですからもう本当に早起きですよね。午前3時。まだ外は真っ暗ですよね。目覚ましがなった。 うぅ、うボタン押した。あーってんで、さあ起きるか。部屋の明かりをつけようかなと思ってると、電話だったえ。え、え、えい、ー、えると、あ、おはようございます。四時きっかりにお迎えに上がります。マネージャーからの電話。 えい、ー、えい、ー、や、えい、ー、や、よろしく。ペタンと切った。えー、さあ、部屋の明かりをつけた。浴室へ行って明かりをつけて、お湯を出してね、あったかいシャワー、シャ食べる。体がすっきりして、頭がスカーっとする。目もパッチリ開いた。えい、ー、ジャーってね、着替えなくちゃ。体拭いてね、部屋行って、あれこれやっていながら、ふっ、と思った。今の電話、 10年間ずーっと自分に付き添ってくれている杉山というマネージャーからのいつものようないつもの電話。ただこれ、いつもだったらそれでいいんですが、今ちょっと違うんですよね。というのはこの杉山マネージャー、体の具合悪くして今実家に帰ってる。で、実家近くの病院に入院してるわけだ。で、ここ2週間はっていうと、若手の上田マネージャーという人が自分についてるわけだ。あれ でも今確か、あれ杉山の声だったよなあの言い回し屋の声。どう考えても杉山マネージャー。10年も長い付き合いしてますからね。やっぱり人の声でもなんとなく、ご頃のこの癖というか修正でそう聞こえてしまったのかもしれない。でもなんとなくおかしいよなそんなこと思いながら支度をしていると、 電話になったえ、えはい。やって出ると。あ、おはようございます。あのー、四時ゃぐらいですね。お伺いしますんで、よろしくお願いします。上田マネージャーからの電話。あれおい、上田くん。みんな、今仕方は電話来んなかったいや、してませんけど。いや本当にええー、してませんけど。何か。あれと思ってると、この上田マネージャーが、あのー、 お知らせしといた方がいいと思うんですが、実はですね、今しがた社長のところで電話がありまして、新山マネージャー、午前3時に病院で亡くなりました。ええー、お、トロントかはい。ええー。じゃあやっぱり、あの電話新山からだったの思った瞬間体がザーッ寒気がした。 四、えー、時きっかりに、お迎えに上がります。よせおい。おい。おい。上田君君な、悪いけどな。すぐ来てくんねえかな、頼むよ。早く来てくれよ。頼むよ。頼むよ,よ。ねえ、すぐ来てくれよ。頼むよ、上田くはい。頼むよ。頼むからね。早く来てよ、上田君ガチちン電話切った。怖くなってきた。よしてくれ、おい。冗談じゃねえぞ、おい。どうにも怖い。 慌てふためいて支度をするんだけど、これがどうにも手につかない。どう考えたって、そんな、死んだ人間からの電話ですからね、こっちも嫌な気持ちはしてるし、怖いし、気ばかり焦ってどうもうまいかは言わない。袖突っ込んでみたり、ネクタイ巻いたり、あたふたあたふたやってた。あれこれやってる時間ばかりがどん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 過ぎていく。玄関の方で、ドアの鍵が開くようなそんな気配がする。 ドアが開いてしまうような気配がする。え誰かが玄関で靴を脱いでるそんな気配がするんで、おーっと思ってひょいっと壁の時計を見ると、4時きっかり。来たー。あいつが来たー。どうしよう。どうしよう。飛び出して逃げたいんですがね、部屋を飛び出したら廊下一本、突き当てが玄関ですから逃げるわけにはいかないああ、やった。やだ、あいつ来る。やったなあどうしようかなとったけど。 どうしようもない。仕方ないから、ドアの方に背中を向けて、見ないようにしよう。立ったまんま、他の方向を眺めてね、じーっと固まってた。何にもできない。と、廊下を、気配がだん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 近づいてくる。来てる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 。あいつが来てる来てる。だん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 と気配が近づく。うぅ、来てる。ああ、来たーと だん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 ,だんだん、気配が近づいてくる。うわぁ、カスクロー頼むよー気配がだん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 近づいて、ドアの向こうで、ふっと立ち止まった。うわぁそう思ってると、ドアのドブが回ったような気配がする。ゆっくりとドアが開く、そんな気配がする。うぅぅぅよ。 気配が、部屋の中へ入ってくる。来た来た来たた、うん、自分の後ろに立ってる。体中が凍りついた。喉の中が乾いてる。<laughs> <laughs> それでも湿質になって、喉を振り絞って。<laughs> 悪いな。今日はいいんだい。 入ってくれスイッパーの声で言った。そう<と>、はい。失礼します。で、聞こえたような気がした。スーッと、ケアが遠のいていく。だん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 遠のいて、顔をずーっとケアが去っていく。入ってる入ってる入ってる入っあー入った。ヤガト玄関からスーッと抜けていったような、そんなケアがして。 だん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 と人心地がついてきた。気持ちもずーっと落ち着いてくる。気持ちが落ち着いてくると、こんな妙な気持ちになってきた。というのは、なんだか、その杉山マネージャーが、かわいそうに思えてきた。10年間、自分にずーっと付き添ってくれた。 決して目立つような派手な仕事じゃない。地方から地方へ回ったらそんな仕事。愚痴も言わずにずっと自分を支えてくれた。地上面に朝迎えに来てくれた。笑顔で持って答えてくれた。そういったものをふーっと頭に蘇ってきた。なんだか切なくなってきちゃった。そして体を悪くして、国へ帰った。病院に入院したわけだ。それでもまだ自分のことを気遣っていてくれた。 自分のことを思いながら、ちゃんとスケジュールを覚えていて、電話を入れてくれた。あいつはそこまで俺を思ってくれたのに。俺ってやつなんてやつなんだ。あんな冷たい言葉でもってあいつを追い返しちゃった。俺は最低だ、と思った。杉山マネージャーが、なんだかすごく愛おしくなってきた。申し訳なかった。 ね、心の中で彼は叫んだそうですよ「次山ごめんな許してくれな次山ありがとう次山本当にありがとう」ととう何度も何度も繰り返した胸がグーッと熱くなったあれだ デイマネージャーに恵まれてたんだろうな。えっと、玄関で、ドアの開く音がした。いーっとん。カタカタカタ。靴を脱ぐこがする。トッ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 ト。かけてくる足音がして、ありがとうございます若手の上田マネージャーの声。トットットットいっとあ,ありがとうございます。あれ玄関、鍵かけなかったんですか開いてましたよ。言ったんで、 うん、んだ今あいつがですよ、ね、東京帰ったそれでそう亡くなった絵描きさんが帰ってくれたという自分の肖像がそれを持ってお寺に行ったそうですよねまあ魂を慰めるという意味なんでしょうけどもとそれを見たご住職がね「いや阿部さんやつここへ持ってきてよかったですねあれ私がお預かりしましょうそして私が条例してちゃんと始末しますから」って言うんで「はい」って言うと。 さんね、これをあなたがずっと思っていたらあなたは今に取り殺されるところでしたよって言われたっんですよねそんな話をかつてね阿部屋先生から聞かせていただきました検査入院をすることになった菅野さんという67歳になる 自営業のご主人なんですがねベッドの空きができたっていうんでねで息子夫婦に付き添われて病院にやってきたでまあ受付でもってあれこれと入院の手続きをしていくつかの窓口を回ってねそして自分の病室でやってきた病室の入り口にネームプレートがあって自分の名前ともう一人川口何がしっていうこの男性の名前がある 入っていってベッドにこう一応かけてね、入院するわけですから、あるいは片付けをしている。その間に息子さんの方がアイ部アになれるその隣の患者さんに挨拶に行ったわけですが、カーテンがピタッと閉じられたまんまでもって、小鳥とも音がしない。どうやら休んでいるらしいんで、起こしちゃ悪いだろうと。じゃあ、機械を見て挨拶しようと言うんで、まあ、その日は挨拶はやめたんですよね。まあ、そうこうしているうちに、看護婦長さんがやってきて、 入院についての説明がある今度は担当のお医者さんがやってきて挨拶があってあれこれと話があるでまあそんなこんなやっているわけでまあ入院当日ですから結構忙しいんですよねそうこうしましたらば夕食の時刻ところがどうもこの隣の患者さん夕食は取らないらしいんですよねはてなとこう思ってたんですが、まあ、夕食も済んだやがてこの面会時間も終わってじゃあまた明日来るよって言うんで息子夫婦が帰っていっちゃった ベッドに横になってやることもない。ごろんごろんしてるうちに時間がやってきて、消灯なんですよね。と、病棟が一気に暗くなっちゃった。物音一つしない。チーンとしつなってる。隣も何にも音はしない。なんだか眠れないんですよね。だいたい静かすぎる。それに入院ということで多少この神経も高ぶってるんでしょうね。 どうにも落ち着かないわけですよ。ましてやこの病院というこの状況がね普段の生活とはだいぶ違いますからね弱っちゃったな寝れないなそう思いながらゴロン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 してるうちにいつの間にかうつらうつらしてたで寝ちゃったんですね夜中あたり何かの気配でふーっと目が開いたうーん とシーンとしてなったこの病室で小さな声でねボソ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 ,バソ,バソ話し声がしてるそれがこの仕切りのカーテン越しに聞こえてくるどうも隣に誰かが来ているらしいあ大変患者さんだな誰かと話してるなこんな時刻にしかし面会もないだろうしな看護婦さんとは思えないしと。

あどうもあのー、隣に来ました。巣が乗っています。よろしくお願いします。って言うと、ああ、こちらこそ。でこの人で、そのまま、また眠ってしまったんですね。翌日はっていうと、奥さんがやってくる、お嫁さんがやってくる、嫁に行った娘がやってきて、結構こう、にわったわけですよね。ところが隣はっていうと、相変わらずピタッ。カーテンが閉まったまんま、小鳥ともとがしない。 寝てんだろうなあと思うんですが面会がまるでない菅野さんはね12回のこの検査でもって部屋を後にしたんですがその間もどうやら隣には誰も見舞いの客がないようなんですねそうこうして夕食がある面会時間が終わったんで「じゃあまた来るねお父さん」と「ーそうだな」みんな帰っていった仕事になってねそのうちは割と素直に眠れたんですよね ところが夜中また何か気配があってふっと目が開いた。うーんと思ってると、カーテン越しに隣から、バソ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 バ小さな声でこの話文が聞こえてきたんで、あれまた来てるな。いや、もしかすると昼間顔が出せないような用事がある、そんな人が見舞いに来てるのかもしれないな。と思ってると、来た。話文がやんだんで、あれ とと思っているとしばらくしまたうれうそ、ん、うん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 、にせっこんでるんで <laughs>「大丈夫ですか?」。声かけると「えー、ええー、大丈夫ですよ」声がおかしいよなあ誰か来てるんだろうになあラジオの声ではない何だろうと。何にかしてだんだんと様子が分かってきたんですね。 隣の患者さんのところへ来る真夜中の訪問者。これ毎晩じゃないんですよね。来る時もあれば、来ない時もある。ただ不思議なのは、一体いつ来て、で、いつ帰るのか。これが全くわからない。おかしいよなぁと思ってた。そうなるうなんですが、 夜中 <coughs> <coughs>。また何か突っ込んでるんで。どうしました。大丈夫ですか。ええ。声がして。なんか落ち着いたようなんてね。なんとなく気になってたもんだから。あのー。時々夜中に。どなたか見えてますね。っていうと。ああ。あの人ですか。 あの人はね、以前、この病室に入院してて、このベッドで亡くなった西田さんって人が、時々顔を出すんですよ。おかしなことを言う。なんだ気持ち悪いこと言うなと思った。で、それをまとめちゃったんですね。翌日、息子さんが見舞いにやってきた。隣はいつものようにピシッと変わってがしまって、シーンとしてる。 で息子さんにね「おいそのの患者なちょっとおかしいぞおい」ってうんで昨日の話をしたの。と息子さんがねえげんそな顔して「おいそれはおかしいよ」俺。俺看護師さんに聞いたんだけど隣の患者さんって人はかなり高齢の寝たきりの状態のおじいさんで声帯が潰れてて話なんかできないっつったよ。 えおかしい。自分はちゃんと夜中に会話をしてるわけだ。よく考えてみたら自分が隣の患者さんと話はしてるんですが面と向かったことがない。顔を見たことがない。どんな人かわからない。自分が川口何が父と思っているその人間。もしかして俺は別の誰かと話してたのかな。 そんんな気がしたんですよねその日の夜中菅野さん何だか知らないけど胸苦しい。<笑>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 う <laughs> <laughs> んう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  ベッドの横から男はこっちをじーっと覗いてる何だろうと思ってると隣から声がして「その人が西田さんですよ私にはもう見舞いはいらなくなった」という声がしたその男がスッと消えたその翌朝隣の患者さんは亡くなりました 以来その西田という男も現れなくなったそしてこの菅野さんも退院したんですよね病院には何やら不思議な出来事が時々起こっているのかもしれないですね 東京の文区、まあ、ここはあの古くからの歴史のある土地なんですがねまあ新しいものも随分できてはいるんですがやはり東京大学だとか昔からの,この商店街だとかそしてこの文豪が生活をしたというんで、まあ、そういう意味では大変有名なところがいくつもあるんですよね。まあ、その関係かかかどうかは分かりませんが、 出版関係とかですね印刷関係の会社が随分とあるんですよ。でどれもかなりこの古い会社なんですがねそんな中の一つあの寄席に企業関係の出版をする会社直営を勤めることになりましたー辺さんという若い女性のこれお話なんですよね。彼女の勤めるその会社というのはね 大体いい周りのビルもそんなもんなんですかねずらーっと印刷のその関係の会社が並んでるんですで企業関係ですから社内報だとか、まあ、カレンダーだとか処理関係ポスター、まあ、割と地味な会社ではあるんですよね1階はというとね大きくこの口を開けてほとんど入り口というかまあそのドアを使っていないそこはというと土間の状況でもって 板のののパネル上ににたくさんのこの印刷物が、ね、山積みになってるそれを小さなフォークリフトが出たり入ったりしながらトラックに積み下ろしをしているというそういう状況なんですよね。で3階4階5階っていうのはねこちらは編集だったりとか事務関係のフロアになってるわけですよ。で川辺さんが妙に思うことが一つあったっていうんですね。それは何かというと実は2階なんですよね。 社員の皆さんは古いこのエレベーターでもってこう上に上がっていくんですがこのエレベーター2階で泊まることがまずないんですよね。降りる人もいなければ乗ってくる人間もいない。まあ、それもそのはずなんですよね。2階はね、まあ、妙な話なんですがね何かこれ倉庫なんですよね。ですからそうしょっちゅう皆さん倉庫に行かないんで降りる人間もいなければ乗る人間もいないとこういう状況なんですよね。 かといってまた階段でもってですよ。2階を通過して3階、4階行くんじゃこれ疲れて大変ですからみんなどうしてもこのエレベーターに乗るんですが彼女が思うにはなんだかどうもこの会社の人たちが2階へ行くのを嫌がってるようなそんな感じがしたんですよね。事実どうもその2階というのはあまりこう雰囲気がいいようには思えない。で、その時なんですが彼女が朝会社へ行った。 いつもののようにエレベーターのボタタボンをポンポと押したんですが、ね、5階で止まったっきりエレベーターが一向に降りてこない。いくら待っても来ないこのまんまじゃしょうがないんでまあいいか今日は階段で上がってみようかとそう思ったわけですよね。彼女にとってみれば入社以来初めて階段で上がっていくわけなんですよ。 2階に上がってみた。うんなんだろう。何とも薄暗いんですよね。なちばーっと湿けたような感じがしてみよう、妙なにおいもしてる。まるで3階、4階、高階とえらい違いなんですよね。何せ暗いんだ。小さな中にはポツッとついている霧。古いエレベーターと並ぶように、この古い階段があるわけですよね。あまり人は来ていないようなんですがね。エレベーターとその階段の前。まあ、わずかなんかこうスペースがある。 その向こう、スキッて横に仕切ってパネルで持ってね壁になってる向こうが全部倉庫なわけですよねそのパネルの壁の中央に木のドアが一枚はまってる薄い緑色をしたドアで上の方にね正方形の曇りガラスのこう窓が切ってあるわけですよねいや気持ち悪いなこの感じなんだろうと思ってると 誰かが階段上がってくるんで誰だろうってひょいっと見たんですけど誰もいないあれと思うんですが確かに靴音はしてる。見ようだな今この階には自分しかいないわけだもう一度こう下見たんですが誰も上がってくる気配もない。変だなと思ってひょいっと正面を見る。 どうもこの靴音このパネルの壁の向こう倉庫の中を誰かが歩いてるそんな感じなんですよね。え見る限りその曇りガラスの向こう薄暗いんですよね。こんなところでもって仕事をしてるんだろうかなんとなく体が動かないからそのまま黙ってた。見るとこなく体が固まってたんですね。 がだんだん近づいてくるええと思ってると曇りガラスの窓の向こうスッ黒い影が横切っていった一瞬妙な怖さを感じてうわ嫌だ嫌だと思ったんですもう慌ててね当てて階段駆け上がった3階三階から4階で自分の机へ行ったいやあそこ気持ち悪い。 いやだなあ、そこ絶対もう行くもんかそう思ってた何日か日が過ぎたんですよねその日もう間もなく退社時間仕事もほぼ整理がついたんでさあ帰りの支度でもしようかというんであれこれ片付けをしていると「川辺さんちょっと悪いんだけど」先輩の佐藤さんって方がね声かけてきた「はいこれ手伝ってくんない?」 行ってみるとね、大きな段ボール箱中にはというともう全て整理し終わった書類だとかポスターだとかその他印刷物が詰まってる一人じゃ運べないんで一緒にこれを運んで2階の倉庫へ持ってってほしいというわけなんですねああいいですよそれで2人でこの段ボール抱えてエレベーター乗り込んだトン2階のボタンを押すうんうん奇妙な音を立って古いエレベーターが降りていく ジンッとンとてバチャチャン扉が開いた暗い感じジメッとしてるうわヤだなと思った先輩が鍵を出して倉庫の扉ッ開けたそっとに行ってイイイイ開き始めるとまた妙な匂いがツンと鼻をつくうわーだ気持ち悪いなと思ってると先輩がドアを開けながら 私ねここってどうも嫌なのね来るたんびなんだか気持ち悪くてって言うんです自分もなんだか気持ち悪いで、まあ、そんなこと言ってる場合じゃないですからまた段ボールを抱えて二人で中に入っていった中はというとね床から天井までのずーっと棚になってるんですよそれが何列にも結、OK、構こうつながってるそすごいずーっとっその一番奥付きってるあたりに薄らくないんですがね古い事務機だとか 義務用の机が、またこの物置に置かれてるわけだ。どの棚もぎっしりと物が積まれてる。ええー。一応窓はあるんですが、物がぎっしり詰まってるもんですから、光が入ってこない。それでくらい。ましてはまあ時間の都合もあるんでしょうね。その関係で、なんだかとこう暗くて嫌な感じなんですよね。二人で抱えて、あのね、どこでもいいんだけど、空いてるところ、これ、置いていきましょうよ。んぱ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 んはい ついてんだよくからちょっと置いてあここにしようかで,で場所を決めて2人で12ではいよいしょ箱を入れたさあまたじゃあ帰ろうと思ってると先輩があのね悪いんだけど52番って、ね、番号のついた箱があるんだけど探してくれない箱にはどれもこう番号がついてるそれぎっしりとこう並んでるわけですよねはいであなたこっちからお願いね私向こうから探すから はいわかりました。というんで探し始めた。何しろかなりの数、たくさんの箱が入ってますから。私についていた若手マネージャーがですね、私のとこ来てね、あのー、弟が変な体験したんですって言うんですよ。うん。どんなと。ええー。それがですね、って話してくれたんですが、彼が、 私を送って、おそーくに家着いた。で自分の部屋をそっと開けたらば布団が敷いてあってね明かりがついてて弟さんがそのでピコンと座って真っ青な顔してこっちじーっと見てるから「おい誰もま」って言うと「ああ、兄貴か俺今さ兄貴待ってて変な体験しちゃった」って言うんですよ。え、ね、で、聞いてみると、そのし お父さんが出張で、お母さんとお父さん二人、家にいたんですが、たまにはこの兄貴とお話をしたいなと、そう思ったってんですよね。ところが、私その頃とっても仕事忙しくって、夜遅かったんですよ。私の家ってのは東京ですからいいんですが、彼は私を送った後、その横浜の外れにある彼の家帰るわけですから、結構いい時間になっちゃうわけだ。まあ、その日、お父さんは待ってたわけです。 ところが、お母さんも付き合っちゃくれたんですが、いくら待っても帰ってこないんで、私先に寝るからって言うんで部屋入っちゃった。お父さんそのまんま待ってたわけですが、いつになっても帰ってこないんで、ああ、じゃあいや、布団でも敷いてこうかって言うんで、布団を敷いてね、電気をつけたまんまグロンってこうなってた。そのうちに、うつらうつらし始めちゃった。ただぼやーっとしてた。 寝るとも起きるともつかない。とつけたった明かりがふーっと暗くなってたんだあららあらっと思った。あらよせよ。どん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 暗くなってる。ああっと思ってるとこれまたああっと思って戻った。おいおいおい参ったなあと思った。でこれまたしばらくするとふーっと暗くなってあーああまただなあと思ってたら。 またふーっと思って戻る。もう、微妙なんだなぁ。参ったなぁと思ってた。で、これがまた、ふーっと暗くなってきたんで、あらあら、またかよ、いいと思ってるうちに、どん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 暗くなってっ消えちゃった。戻るんだろうなと思ったんですが、これ戻らない。全くの闇の中。うわっ、参っちゃったなぁと。 さすがに自分の部屋ですけど、妙な気持ちになってきたんで、さあ、起きて直そうと思ったら体動かない。えいや、そういうところから体がチューッと固まってる。う生まれて初めての金縛りなんですよね。い、え、や、ー、なんだこれ。慌ててお母さんを呼ぼうと思ったんですが、声が出ない。余計に焦っちゃった。えー、なんだおい。これでおかしいことになったぞ、と思う体カッ固まってる。部屋の中真っ暗。新しい。してる と、やっぱり五感が冴えてくるんでしょうかね。そのうちに、ん足の先が重い。何だろう。何かが乗ってるらしいんだな。えそういうと言うと、それが、だん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 と上上がってくる。お、なんだおい。なんか上がってくる。真っ暗の中ですからね、目を開けても向こうが見えないんだ。でも確実にそれがだん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 と、 結構な重さで少しずつ少しずつ上上がってくるううくる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 ううう何だおやめてくれ勘弁してとだん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 と上上がってくるうう助けてくれと体動かないんだかわからない,だ,かからないだん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 ,だんだん上がってくるそのうち苦しくなってきた <laughs> <laughs> だん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 上がってくる腰の <laughs> はあはあ、はあ、はあああああ 自分のうめき声だけがしてる。<laughs> <laughs> その時ふっ <laughs> とお父さん思ったって言うんですよね自分のこのうめき声少し変えてみようと思ったふッ <laughs> <laughs> っていうのを途中で息を止めるわけだふっふッフッと息を止めたその間 うめきがかか誰かがいるうう。だめだ。来てない、来てない、だんだん、だんだん、上がってきた。腹から胸。ううそのうちに首がぐーっとし嬉しくなってきた。首が締まって呼吸ができなかった。頭かー。 すっ,っとそうだかって言ううぅ助けてくれ僕ダメだ」うーと思ってると自分の耳元で小さいけど熱かなしくい男の声で殺「殺してやる殺してやる殺してやる」って聞こえたもんだから「うぅ!」 声を上げた瞬間に体が楽になって、バーンって立ち上がったんです。瞬間、兄貴な、暗闇の中で俺、油切った男の顔を掴んだんだぜって言ったんですよね。この、油切った男の顔の話、結構あるんですよね。明かりが消えた瞬間、何かの存在を感じたことってありませんか どうやら暗闇にはもう一つ何かが存在しているようですねこれはブルースの女王と言われた青谷紀子先生から伺ったんですよね。 一先生とはねよく仕事をご一緒させていただきましてねあのなぜか可愛いがっていただいたんですよねおしゃれな素敵な先生ですけどこの青谷先生が半年若い頃その頃のこれお話なんですよ戦後なんですがね先生はこう日本人忙しくてずっと演奏してりげたわけですよねでというのもそのほとんどが要するに米軍の基地なんですよね当時は進駐軍とみんな言ってましたが そこにクラブがあってそこへこう先生出演するわけなんですよ。で、バンドのメンバーっていうのは男ばかり。一緒にみんな行くんですが、先生は女性マネージャーと2人でもって別行動なんですよね。で、現地で落ち合うわけなんですが、当時はね、確かに大きい都市にはホテルもあったんですが、これみんな米軍に接収されちゃった。日本人使えないんですよね。で、じゃあ先生はどうしたかっていうと、 プロモーターの方がその土地のねあの大きな屋敷だとか大きな農家だとかそういうところをお願いして、まあ、そこでもってまあ寝泊まりするわけなんですよね。の時、まあ、ある地方へ行ったわけです先生が。大変大きなお屋敷だったそうですがねでそこはというとかなり年配の旦那さんと奥さん2人きりなんですね。まあ遠いところをご苦労様ですって言うんで体験に喜んでくれてでまあまあどうぞというんでねまずはお風呂に入った。 でさあ、どうぞお食事をというんで夕飯が始まったんですが。まあ、あのやはり物があったんでしょうね。地方にはかなりのご馳走が出たわけですよ。先生も楽しくいただいたわけだ。さあ、寝る段になってからね。そこの旦那さんが。いや、まあ夫婦二人きりで部屋も随分あるんだけども、同じ母屋でもって一緒と言うん。じゃ、先生も何かとおっきい穴にされるだろうから、よろしかったらばハンドルでどうですか？と言うんでね。 じゃあお願いいたしますということで離れに泊まることになったんですねところがこの離れというのがね広い庭のうっそうたる木のところ突き出るようにあるんだそうですよ行ったら立派な作りなんですねまあ冷房なんて気の利いたもんありませんから庭に向かって戸が開け放ってあるそれで部屋にはっていうと蚊帳がつってあったんですね 蚊やというとね、皆さんの中には何だろうという方ももういらっしゃる時代じゃないかと思うんですよ。うん、昔あったんですよね。まあ簡単に言えば網ですよね。網になって、薄い細かな網になってて緑色してるんですよ。これは何ともね、こう、じめっとしたら匂いして私はまり得意じゃないんですが、上の方に帯状に赤い布があってあって四隅にね、鍵があってそれを部屋に引っ掛けるわけだ。壁の内側とか。ちょうどその 網でできた箱みたいなもんですよね。で、語り線香をつけて休むわけですよね。布団を並べて女性マネージャーと二人、初めのうちはお話してたんですが、そのうちに女性マネージャーの方が返事をしたくなった。見たらいい気持ち寝てるんですよね。あ寝ちゃったなと思った。青谷先生、なんだか眠れないんだそうですよ。ああ、寝よう寝ようと思ったら眠れない。新しい。 まってる。月は出てるんだそうですが雲がかかったり切れたりするもんですからうっすら明るくなったり暗くなったりしてる。開け放ったその戸の向こうからね暗い庭があって風がすっとたまにこう入ってくるなんだか眠れないなと思ってるうちにこのマネージャーがかつかないびきかき始めた。 おかしなもんで、隣の人間がね、よーく寝込んでしまうと、なんだかこっちがね、目が覚えてしまうんですね。よくありますよね。弱っちゃった、狙いちゃったなーってなんだか時間持てました。暗い中。目ばかり覚えてるんだけど、しょうがないんで、天井を眺めてじーっと。風がすっすら入ってくる。そのうち先生、ふっ。なんだか妙な気がしたんですよね。気配を感じたって言うんですよね。 よく音楽をおやりになる方っていうのはこのすごく感性というか感覚が強くてそういう気配感じる方随分いらっしゃいますかねまああれほどの方ですからやっぱり感じたんでしょうね何だろうこの気配見上げる限りえの隅っこが見えてそれ越しに壁が見えての状況ですよねあの細かな編み越しですからこれはうっすら暗くてあんまりいいもんじゃないんですよねずーっと天井を眺めた何気なーく 風が入ってくる。開け放ったその戸の方。よいと目やった。目やってくーっと首伸ばしたから、なんでもないかと戻そうと思ったその瞬間、目の端に何かがちらっと映ったのよ。開け放ったその戸、縁側があるんですかね。そこに何か、ふっとこう見えたって言うんですよ。だから今、んか痛いたよなと思ったんでもう一度、ふーっとこう、首を伸ばして見てみた。 ん外は暗いんですがね何かのこう影が見えてるいやだいやだと思ったらおもこうじーっと見た早越しに見てますからはっきりは見えないんだ何かが見えてるなんだろうと思った時にちょうど雲がスーッとどいて月明かりがうっすら差し込んだえっっ思った全く音はないんですがすぐ先その縁側のところに が正座してこっっちをじーっと見てる見てると言っても顔は分からない輪郭だけなんですが白いような着物を着てこっちをピタッと座ってこっちに見てるどうも男らしいんですが「いやだ誰かが庭から入ってきちゃったんだなそれで映画にピタッと座って座敷の中をじーっと覗いてるわけだうわやだやだ,やだ怖くなってきた女二人ですからねでもすぐそこにいるわけだでマネージャーを起こそうと思って。 やるんですが、マネージャー<笑><笑>まるで起きる気配がないんで「ちょっとちょっと体で触った」う「う,う、えー、っう,う、えー、っと」と <laughs> ちょっとつかんして」ね「誰かがいるんだけど」<laughs> と女性マネージャーが目まんまるくて「う,うっ」ってかもしれない。<laughs> ちゃ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 さあくたぶないから」<laughs>「やってみてよ」「ほら」言ったんで。 女性マネージャーがずーっとゆっくり動いて、かやまずと、じーっと眺めた。部屋の中は暗いわけで、ましてや、かやの中ですから、外からは、そうは中は見えないはずなんだ。車がスーッと届いたらば、その縁側のところに、ふた男が正座して、じーっとこっちを見てる。うー、先生いますよと。大丈夫、大丈夫。指名を上げるわけにもいかない。 逃げ出す先にもいかないんだ「嫌だ」と思った相手の様子を伺かってたんですねただ会話の中をじーっと見てるとこれがびっくりとも動かないおかしいなーと思ったそう距離はないんですよなんで座ってあんまじっと動かないんだろうと思ってるうちに先生これ違うなと思い始めた多少の距離なんですが息遣いだとか何かの動きがあっていいんだけどそういうものはない要するに 生きているという雰囲気がないんですよ。わりと死人のようにピタッとそこに座ってる。いやだあれ何だろういやだいやだ気持ち悪い何だろうと思いながら先生が「これってもしか生きてる人間じゃないんじゃないかないやだあの世のものかしら?」って思ったその時に座ったまんまのその男が。 そのまんまの子供って、かえのところまでスーッと滑ってきたんですよ。ずーっと自分の目の前に止まったの。座ったまんまの形で。人間であるわけがない。生きてる人間、そのなことできませんからね。うおおおおおおお、どうしようと思ったけど、今度は体が動かない。招いたとしたら、ただ、ただだああああって震えてた。うタガ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 タが震えた。すると、かえのところにピシャッと座ったその男が。 視線も方向も蚊帳に向かってるんですよ。向かったまんま横滑りしったんですよ。<ッ>その蚊帳に沿って横に滑ってくるってんですよ。どうやら中に入る入り口を探してるらしいんだ。嫌やだ嫌やだ嫌だ,やだどうしようどうしようどうしよう。 した様子を目を開けて見てると横に滑りながらじーっとこっちに視線を送ってるかやの向こうをスーッと白い着物で持って座ったまんまのとこ滑ってくこいや気持ち悪い助けて助けてースッスッスッもうこうなったら逃げようがないですからね先生目つったまご何を頼むがよーと思いながら何枚だぶ何枚だぶ何枚だ何枚だぶ拝んた。何枚 いってちょうだいよー頼みますよーお願いよああ何もだ、た何もいたなめた」てったマネージャーの方はほとんどまだまだまだなんでそれっきり声も出ないけど何にもできないからさんま固まってる「スッ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 」相変わらずそのとこ座ったままのことってくる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 回って目をつぶってじーっとたいたそのうちにう 音が消え蚊帳に触るような音ですから大した音じゃないんですがそれ分かるんでしょうねふっと消えたんで。うっすら目を開けてみたもう男は回ってなかった姿がないあら行ったのかしらやだどうしようと思った逃げ出そうとは思ったんだけどどうもそればっかりはねというのは自分の頭の先そこがまだ見えてないわけだ どうしたもんだろうこういった方が安全なんだろうかと思ってたでもやっぱり確かめたいですからね先生ぐーっと顔を上げてみたわけだ天井が見えてくるやがて開け放った戸の方の蚊帳の面が見えてきただん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 見えてきたずーっと視線を下ろしてその瞬間うーっと思った青谷先生のすぐ頭の先蚊帳があってその蚊帳に 男の顔がビターッとしついて自分をじーっと見下ろしてんだってうーっと思ってきてそのまま先生失神し,し,しちゃったそうですよ役長気がついて急いで旦那のところへ行って実はこれこれこういうことがあったんだって話したらそうそう意外は旦那さんがねああああそうですかって言いながらまたね花れでやってきたんで自分ついてったって言うんですよマネージャーもやってきたと旦那さんが、ね、いや先生ね 実は以前にこの部屋で長いことね絵描きさんがね、うん、いて暮らしてたんだけどその人気の毒になくなっちゃいましてねってようなこと言いながらすぐそばのね戸棚をスッと開けたってうんですよ。で中からこう絵を何枚か出したんですよね。これがね先生その方が描いた絵なんですよ気の毒にいねって言いながらヘッと見せた。 なんだかこれ見覚えのあるよねなんですよね。でひょっと見るとそこに名前が入ってるわけだわ。その瞬間ハッと気が付いた。なんとそれ阿部谷先生が知っている絵描きさんだったんですよ。先生ご自身もこの絵描きさんに描いてもらってるんですよ自分の肖像画を。でそれ話しましたらねご自身が「ああそうですか。 自分がずっと暮らしてて、その人気の時のとこに亡くなったんだけども、たまたまそこへ、よくご存知の先生がいらしたんで、きっと嬉しくて出てきたんでしょうねって言ったんですよね。まあ、仕事が終わって先生ブロンドで、目は濃いブルーだった。うん。で、その時に、何かお前、覚えてることがあるかいおばあちゃん優しく聞いたんで、うん。僕にこのチョコレート菓子をくれるときに、 その中意さんの左手の薬指に銀の台にブルーの石が入った指輪が目に入ったんだってから言ったわけだ。その瞬間、おばあちゃんが大粒の涙をポロ,ポロ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 ってこぼした。見ると母親が壁に向かって走ってって体をふざけて泣いていた。銀の台にブルーの石。それは 英雄に送られる指輪なんですよね。その指輪を持っているのはこの村ではたった一人僕のお父さんだったんですお父さんが彼にプレゼントしてくれたんですよね人の思いや心っていうのはちゃんと生きてるんですよね 怖いばかりじゃないんですよね。でね、私、その話をしてるとまた、他の話を思い出してしまうんですがね、もう、これもだいぶ前なんですが、今考えてみると、ずいぶんと乱暴なことしたもんだなと思うんですよ。羽田の空港へ行ってね、夜中、 ジャンボジェットを洗うと言うんですよ。それを取りに行けって言うんですよね。行った格好っていうのが、ことまろにね、あの特攻隊の格好なんですよ。髪型っていうのをこうくっつけてね、あの革のヘルメットつけて、肩の背中にしょって、今考えたら随分ふざけた話なんですが、それで行ったわけだ。ジャンボジェットって戦いですよ。あの羽根の上がりましたよ。日の丸の上に立ったんだ。うんは高いですよ。で、そこで掃除なんかするわけだ。 羽を磨いてね。で、あれこれ終わって、さあ、していくとこうかなと思った。滑走路にはもう飛行機はないんですよね。もうだんだん夜も明けてくる頃なんですよ。そのまんまるか、これ飛び出ていった。気持ちがいいんですよね。ああ、気持ちいいなーと思ってね。そばにあった箱の上にこう座ってたんですよ。そうしましたらね、そこの整備のもうかなり年配の で、もう、おじいちゃんって言った方がいいかな人が、とっと,と,とっとっとってね、並んで座ったんですよね。で、この人が何気なく話し始めたんですよ。あの飛行場の沖、一年二回、星の降るような夜があるんだ。その時にはね、田さん、銀星号が帰ってくるんですよって言うんですよ。うーんーと思った。 というのは、これあの、羽田の空港なんですけどね、実はあそこにはたくさんの戦闘機や飛行機が埋まってるんですよね。敗戦後、すべての戦闘機は全部壊されて埋められちゃったんですよ。日本には当時250機ぐらいあったっていう話なんですが、それを全部埋めちゃった。いや、その250機全部埋めたかどうかはわからないんですよ。でも埋められた。で、その写真も私見てるんですよ。で、この整備をしている まあ、このおじいちゃんっていうかな、この人は、戦時中、日本の飛行機をたくさん整備してるわけですよね。埋められた飛行機の中にはね、新聞社の飛行機もあるんだ。総発といったのエンジン二つあるやつ。羽が広くて、ボディが細くて綺麗なやつですよ。で、かつてはね、戦前から戦地にかけて、結構こう、海外飛び立ってんですよね。世界一周のために行ってる。でも、何機かが消息を絶ってるんですよ。で、日本にあったやつは全部壊されて埋められちゃった。 でも、そのたくさんの飛行機を、この人は整備をしてるわけですよ。そして、送り出してるわけなんだ。ずっと。で、戦後はっていうと、米軍の飛行機の整備ですよね。そういう時代があった。そして、民間の飛行機へと。長い歴史、あの、春田の空港でもって飛行機の整備をし続けたわけだ。でも、 彼の思いの中にあるのはあの頃あの飛び立っていった飛行機そういう思いがあるんでしょうねその世界に向けて飛び立った飛行機の中に銀星号という飛行機があったんですよね双発の羽が平ったくて長いボディの細い綺麗な飛行機なんですが帰っては来なかったんですねそのおじいちゃんが話してくれたんですよ 当時はまだ、米軍関係の飛行機の整備が随分あって、遅くまでやっている。まあもちろん民間の飛行機もあったんですがね、仕事が大体終わった。はぁ、あ、一息ついてふっと眺めると、外はもう満天の星ですよね。綺麗な星空ですよ。さあ、引き上げるかなと思ってると、うーん。 飛行機ののプロペラの回ってるる音がするんそんなはずはない。もうすべての飛行機が休んでるわけで、飛行機がエンジンを回してるわけがない。でも確かにエンジン音がしてる。ペラが回ってる。おかしいなぁと思って出てってみた。と、カ走路ドーンと先、満点の星がバーっと広がって、まさに星が降るようなその、 羽田空港の沖。滑走路の先に何かファーッと光るものがある。銀色にキラッキラッと光ってる。え不思議に思って近づいてってみた。うーって。負ければなくエンジン音。ヘラが回ってる。はだん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 近づいてるんだ。そのエンジン音。覚えがあるエンジン音なんだ。どん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 近づいてった。 行ってみると銀色の花を広げて双発の飛行機がね2つのプラプラをブーッと回してだん,だん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 と角度を変えてってるんですよ滑走路の先に止まってるあっありゃ銀線号だ日本を飛び立ったまんま雪を立ってしまった銀線号自分たちが整備をしたその銀線号が帰ってきてる 何人ものレンジ連中どうしよおい今なんだみんなが言ったあおい銀星号だとみんなおい銀星号だっみんなが滑走路先に向かって走ってったと滑走路先で持って銀色の羽を広げながら来たいや時間だから双発のプロペラをブーっと回してだんだん、ダン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 みんなを迎えるように銀星号はこっちを向いてきた <laughs> おお、銀星号だみんな手を広げ走ってった 銀生後は帰ってきたんですよね。もう目の前に人生が見えた。よく帰ってきたなって私がファーって夜空に消えてったって言うんですよね。稲川さん、羽田空港の木に星の降るような晩が年に二度ある。その時、人生後は帰ってくるんですよ。 をを迎えるのの空港で、でその方から話を聞いたんですがね、私は銀星号が今でも帰ってくるようなそんな気がしますね。それはもしかするとみんなのその心にあった思いが生み出したものなのか。でも私はやっぱり銀星号が帰ってきたんだと思ってます。 これはとても懐かしい話なんですよね。ところがなぜかね、あの、私の周りのスタッフの人たちは、この話が好きだって言うんですよね。もう、随分、昔のことになるんですがね。日本テレビで番組を終えましてね、スタジオ出ようかなと思ったら、稲川さん稲川さん声をかけられたんで、ひょいっと見ると、衣装部の、あの、若手さんなんですがね、 結構仲いいんですよ。その彼が来てね。皆さん、ちょっと、話聞いてもらえますって言うんですよ。ちょうど今のこの番組が、最初怖い話を扱ってたんで、多分そんなもんだろうなと思ったから、おうおう、てくれるって言うんでね。スタジオの隅の方、セットがあったんで、そこへ腰掛けたんですよ。で、彼が隣で座った。もうスタジオには誰もいないんですよね。皆さんね、この話ね、 私のおじさんの話なんですよ。って言うんです。このおじさんとしたら彼より、こう、多少歳が上なんですがね。その頃って言うとね、日本がちょうどこう、活気づいてましたね。で、当時のその流行りっていうのは、大きなリっコしとってね、みんなあちこち旅へ行く。なんかそんなスタイルが若者に流行ったんですよね。その頃前後しったかな。 カニ族なんてね、言葉があったんですよね。大きな荷物を背負って、両手に荷物抱えて、まっすぐ歩けないもんだからね。人の間をこう縫うように、横ばいでこう歩くわけだ。で、カニ族なんていう、な言葉がありましたよね。で、当時ね、北海道行きませんか夏の北海道でバイトをしませんか北海道いらっしゃいっていうキャンペーンがあったんですよ。で、なんとなくみんな北海道、北海道。そんな時代がありましたね。その頃のことなんですがね。 おじさんは学生で旅が好きですから北海道行ったで2ヶ月間牧場で持って働いたんですよねそんな時にその牧場のお嬢さんという人と結構こう親しくなったんですよね都会から来たこのおじさんにこの牧場のお嬢さんはねやっぱりこの好意を持ったんですねでそのおじさんの方もなんとなくこの子を可愛く思ってた 広い草原があって、地平線が見えて、空が広がってる。まるでこの街とは違う、素晴らしいその世界の中、気持ちの方もぐーっとこう、高揚してくるというのかな気分がやっぱりこう違ってきたんでしょうね。もう2ヶ月もそろそろ終わるという頃におじさんがね、その娘さんに、必ずまた来るから、 行ったんですよね帰ってきてそして大学を卒業して社会人になったこれは結構忙しいわけですよね時間に追われてる毎日毎日が本当に慌ただしく過ぎていくうこうするうちに1年が2年経っちゃった、はあ気が付いてみるとまあ随分と慌ただしいもんだなと旅にも随分行ってないなどっか行ってみたいなあと思ってた で、友人に連絡した。そその友達の方も、あ昔はな、あっちこっち行ったのにな、あどっか行きたいよな、っていうことになったんで、これどっか行ってみようか。ちょっと休み取ってどうだって話になった。で、のおじさんの方が、その友達に、もしも、お前まだ決めてるとこなかったら、どうだ北海道行ってみないか。って言うと、うん、ああ、構わないけど、なんかあんのかいっ言ったんで。 いや俺ね学生の時にさ2か月ぐらい北海道にいたんだよでその時にねその牧場でもってここの娘さんと結構親しくなってね可愛い子なんだけどどうしてるかな結婚してなきゃまたいると思うんだけどなって言ったんだよあ、うん、そんなことならいいんじゃないか北海道にしようやっ話まとまったわけだ休みを取って2人ね 大きってて出かけけたわけですよ当時ですから結構時間かかるわけだそしてやがて北海道のその大地へ着いたわけだ広い草原地平線がある空が広がってる「おいいなおい北海道すげえな」「おお広いだろ」と「おお広いな」「俺ここでもってさ2ヶ月バイトしてたんだぜ」っ,って「へえ」っていうのこと言いながら2人気持ちよく歩いてた。友達がおい 北海道な、広いのはわかるんだけど、さっきから全く人と会わないな。うーん、そうだな。いや、それにしてもおかしいな。いくら広い北海道だって言ったって、そこに牧場があって、ういるだろう番号もあるし、誰かはいるはずなんだよな。っていうの話しながらまたずーっと歩いてた。やがてお金向こうの方に、建物が見えてきたんで、おい、あれだよ。俺あそこにいたんだよって。へぇ、ほらお前、サイロが見えるだろうん。 あそこだよ、懐かしいな変わってないな、全然。言いながら二人、だん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 と近づいてった。やがて建物に着いたんで、こんにちはこんにちはごめんなさい声をかけるんですが、全然返事がない。えーと思って中に入っていったんですが、人の姿がない。えー、おい、誰もいないな大らかなもんだなぁ、ってな話して、 じゃあ、どうしようか。少し待ってよか。そのうち誰か来るだろう。っていうんで、二人が、適当に少なのところを腰掛けて待ってたで、ってやがてね、うーん、<noise> 自動車のエンジン音が聞こえたの。ね、と向こうの方から軽トラックがやってくる。なだらかな軽車をね、だん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 こっちへ向かって走ってくるんだあー、こっちへ来るなぁと思ってた、それが、うーん、<noise> 止まった。ドアが開いて、男の人が降りてきたんで、頭どうも、こんにちは。どうも、お邪魔します。っ言うと、えー、うい。ふいと見ると、その人、見覚えのある顔なんですよね。あ、こんにちは。あのー、覚えてますか ?3 年前に子供ってアルバイトしてたら。って言うと、こで、おー、おーあんたがおえよく来たね。って、ええー。あの、しばらくりに、お邪魔しました。ああそうかね。 「とれだもう誰もいないんですね」「今日何かあるんですか?」って聞くと「いやうんいや世の中ってのはおかしなことあるもんだね」へ「えいやねほらあんたと仲の良かった娘さんいるだろう？ね、え実はねあの子が亡くなったんだよ」って聞いて「え おじさん驚いた。少なからず、彼女を会うことを楽しみにしてたんですよね。ところがやってきてみたらば、亡くなったって聞いたんで、ソーラーショックですよね。亡くなったんですかうん。そうしがすんでね、実は今仕方、他に埋葬してきたとこなんだよ。はぁ、あ。おかしなもんだね。 あの子が亡くなって、墓に入ったその死に、あんたが偶然やってくる。こういうことってあるんだね。そいうちみんな来るからさ、ちょっと待ってなさいよ。って言うんでいた。そいつだん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 みんな帰ってきた。おい、だしばらくだね。だよく来たね。知っ,ってる顔がいくつもある。で、みんなが、はあ、なるほど、不思議なもんだね。そういうこともあるのかね。あの子があんたを呼んだのかね。というような話になってきた。そうすると、 牧場のご主人が、今日は、家で泊まっていきなさい。で、明日、あの子の博多に行って、天候でも上げてやってくださいよ。言うんで、はい。そうさせてもらいます。なんだか急に寂しくなっちゃった。気分がぐーっと落ち込んじゃったんですよね。それでも何のかんのと、昔の話に花が咲いた。 そうこうしてるうちに時間が過ぎて。じゃあ、そろそろ休もうか。ってことになった。という友人が、お前さ、いろいろと思うところもあるだろうから、俺はもうみんなと一緒に寝るからさ、お前部屋で一人で寝ろよ。とに言っちゃった。おじさん一人、部屋の中で布団に入って黙って、あれこれといろんなことを思い出してる。そのうちに、 ううつらうつらら始めた。いつしか眠ってしまったんですね夜中も過ぎたまもなくすれば日も上がるだろうというそんな時間北海道ですからねやっぱり冷えてくるんですよねう目が開いた。ぅう<ー>んだろ腕が重い「えいやあれえぅよい」というこう振り向くと 自分の腕の上に黒い髪が乗ってる。長い髪の毛。えなんだ誰かが自分の腕を枕に寝てるんだ。おええ、と思って。顔を覗っ込んできた瞬間。指名を上げた。その指名を聞いてみながらた,だだだだだた,た。どうしたんだ、ど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 、たど、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 たど、ど、あど、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  みんなも驚いた。なんと、彼の腕で寝ていたっていうのは、その亡くなった娘さんだったんですよね。白い死に装束に、薄い死に象をして、まるで眠っているよ。いや、寝てたらば、血気がついたら、彼女が寝てたんですよ。いや、自分でも何かなんか全然わからない。周りに戻れた。いったこれどういうことなんだよ。 君は確かに、埋葬したはずの娘さんが、彼の隣に寝ているわけだ。ええー、なんだおい君割りな。いやー。